はいどうもみなさんこんばんはお疲れ様でーすえー、えー、ちょっとねだ <laughs> ってゲーム起動して直後に上に不穏なバーが見えるあれ今何時うんどこにいるんだこれちょさはーいどうもみなさんこんばんは,はお疲れ様でーす <laughs> もうさ、割と寝起きだからね、今。やってっと、頭ぼーっとしてるわ、割と。えー、今回はね、採掘、採掘じゃないや。<laughs> あの、建築をメインにやっていきたいので。 していいんだけど一旦夜のうちに邪魔なモブたちを倒しておきました <laughs> ん何かすっげーほう飛んでってねタカトとか多分あそこいるよな 中間世紀2体の編成になってるから、あ、違うわ。中間世紀、烈球、戦艦世紀になってる。じゃ後半世か。編成になってるから、こうやって距離をとって、数を減らすということができるわけです。あー、まあ、久しぶりにやってるとはいえ、そこ作業はしてたからな。 やっぱね、あのー、関西機打てる子はね、関西機をちま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 ね、遠距離から打たせる方がいいっていう、やっぱり、あの、ありまして、あたことがマジで瞬殺。うの結婚したばかりのあたこちゃん、またごうちにしまして、今、ここにいるいないわ。関西機の中入ってた。 魂が落ちてる誰だこれ加賀かな加賀だよね多分。加賀だ。いらねえ。何体出れば気が済むんだろうで、えー、まあ、なんだろうな。古典とは言わないけど、こうやって海の近いところで待機できる場所を作っておく。夜間に ザコ狩,狩りと言ってももうザコではないんだけど彼女たち割とだって響だって没球だし長門没球だしここまでのサイズはでかすぎるよな確定で落ちるからありがたいけどなんかゲートの音するんだけど何これわ、幻聴かな ただね、今回は、えー、ツイッターの方では、広告したときに言ったけど、えー、建築をね、メインにやっていきましょう。よっ。せーな。いのところってね、あの、 モンスターが分けやすいんすよね。こういう離れ小島みたいな。あれ,はあれなんでお前も数ズンに入ってんの空母水。あーバカレキューバカバカレキューバカ。ごめんなさい、そうやって低読落ち着くのは。 動き早すぎて全然ピンが刺さらん。みんな火吹いてんの面白いな、ほんとに。<だ>週間世紀の HP が、一人結婚してる。普通に700くらい HP あ上昇分がね、ねえ、いい服。出そうにしてるマジで面白い。

単純に寝起きっていうだけの話なんだけど、一回読の気分なんでああ、頭痛い。あーいい頭痛い。れこれでみんな今釣りにくよな。ああ、クーボスイッキー、クースイキおとなしくして。ね あ、こいつそもそも釣り竿持ってねえわ。そりゃそうか。レベルカンストしてるもんな。やっぱレベル100になったやつから優先的に結婚しとくべきだったなー。ない安い結婚、あれだけど。<laughs> レベル100になった子から結婚してあげるよみたいな。あれは嫌だけど。あ、やべ。 ちょっと話が違うよねそれはね話し合おう話し合おう誰か助けて誰か助けてマジで助けて <laughs> 死ぬあっ高尾に行かずが強放させられてるやろ待ってあれ中間席どこ行ったにどうした あ、いたわ。普通にここでやり合ってましたね。いやいやねはーい、カズチ多分すぐ起こせるけど、レベル0で起こせるわ。ちょろ。ちょろとか以前に、指輪を置いてこよでもさ、中間席俺の指輪持っといてくんね。 あ、高尾出た。これでアタゴ、高尾両方とも揃ったわ。なんで燃えてるんだ ?HP 元36しかないのに331まで中間正規で底上げされてるっていう。よく考えると、火も吹きますよね。HP 何パー増しだよって話。えー、っと、今何出してるんだっけ なんかもうどれ持っててどれ持ってないんだかさ全く把握できなくてさ今後はいらないんだけどあともう高尾と高尾響きくらいは出して新しくあれれれが高尾で怨念 <laughs> あげたいんだけど今怨念持ってない 顔が暗い。<laughs> この状態、あんまり可愛くない。あ、可愛くなった。顔。と、えー、響きな。まあ、こんな感じだけど、あー、缶、缶を常に手に持っとく。もうね、あの、大型缶っていうか、 カンムスは全部揃ってる気がる。まだいたっけなカンで。ああ、この辺か。天竜の次って、人的に何なんだろう。赤尾とアタゴは能力一緒なんだね。ダメージ与えた相手の、こう、どん化っていうのは。 で、隻とあれ、ここなんだなんか見当がつかないんで。あ、いいや。で、そうそうそう,そう。そたび重なるレーザー探索によって、本年がたくさん溜まっていたはず。あったあったあった,あった。ほら。あとでクリスマスツリーを作ります。 えっと、まずとりあえずは、瓦と、ネビとかを作りてえんだけど。かぼちゃってこの辺あったっけなあと、ナマコか。ナマコが砂が必要で、砂と瓦が必要なのか。 で、砂は、まあそこそこ数はあるんすけど。粘土がねえんだよな。から粘土を取りに行くよし。粘土を取りに行くあーっと、指輪だけは置いていこう。危ないからね。ロストするのも危ないし。 それ以上に持ってること自体が危ねえからちょっと留守にしてる間に味方感全滅こいたら嫌だしないくらね中間世紀とかのレベルが上がったとはいえね死ぬ時は死ぬからこの前ボス級のゆうちゃんにボコボコにされたのがいい例だから全滅しかけたしなていうかほぼ全滅だったしな従順世紀以外死んだんだっけ 覚えてねー覚えてねーけどあ,あれは動画としては絵的に良かったカボチャだよなカボチャどっかで簡単に手に入れられればいいんだけどあといれば村人とかも欲しいしな村人とあとなんだ村人以外は欲しいもんない とりあえず村とかぼちゃだ地図とか作ってきてねえけど俺帰れるかなちゃんとなんか今うーってこういあとそうだ沼地も探したいんだよなあのオ、ー、フスライムチャンクは知りたくて それを作るの、それを探索するね、アイテム自体はあるんだ、あ、かぼちゃはあったわ。帰っていいじゃん、俺。それを探索するアイテム自体はあるんだけど。その探索するのに、また、あのね、いろいろあってね。スライムボールが必要なので。スライムボールがあれば、だいぶこの先楽になるんだけど。 そんな簡単には、かな。手に入んないかな。えー、っと。あと、石炭とか豆腐石とかも、定期的に取らねえとな。な豆腐石はね、つけてるから、 割と数はあったりする。石炭がね、数がなくてね。配信やってる時は、明るさマックスにこれだとさ、洞窟の中は明るく見えるからさ。だから湧き潰しガバガバ,バになるんやろな。これとこれとは割と話が別な気もするんだけど。 いやあ、ないかなー村は。ここが、ここってか、前村人連れてきたところが唯一の村だったかも。あれ、潰しちゃったのでかいかなー野生の豚はバンバカバンバカやっちゃおう。 野生ってだけで殺してもいいから。自分が飼ってるやつじゃなければ。永久資源だから。録ンすれば永久資源だから。モンスターな。モンスターじゃないもん。あすごいな、この辺の山。なんかもう、作ったんじゃないかレベルでさ。 わりと整ってるこれはこの辺来るの初めてなんだああ綺麗なところかなええんだよないや真上に見上げてく これだから、厄介なのがさ、こういう山岳の場所だから、なお厄介だよね。これ多分山岳、あ沼地やるやん、お前。やったぜ。クソ文句言ってたら、やっぱいいし、どっちだったっていうやつだ、これ。文句言ってたら、手のひらクルーさせてくれるタイプの、あの、いい、あれかもしれない。 よっしゃずっと文句言ってよなんかね外部ソフト使ってスライムチャンクチェッカーをさ使ってさスライムチャンク折り抜こうかなって思ったんだけどさなんかもうそれはそれでめんどくさいからさ <laughs> やめたんだよねあー沼違ってよかったわあいてすいませんマイクにテープつけました 沼地さえあれば、あとはもう目的は達成されたようなもんだ。ええ、ねえねえ村人なんか、ゾンビから人間に戻しちゃええんやろ。そうなったら金リンゴめっちゃ必要になるんだけど。 まあ,あ、こんな感じでね、粘土も取っていきましょう。沼地に行きたかった理由のもう一つは、沼地は確か、あの、粘土のね、生成率が高かったはずなんだよね。水辺が多いっていうのも原因、理由の一つかもしれない。こうやって粘土を回収しつつ、やっていきましょう。 あー全然粘土なかったからマジで助かる。ただ手持ち満杯になりそう。このバージョンな、シュルカーボックスねえからなー。あっても使わねいけどさ。マイクラ12.2あたりがもっとやるには一番環境が適してるな、思うよね。 まあ言うて、うん。バックパックモッドとかはあるから、その辺入れてもいいんだけど、なんか手持ちいっぱい持てるようにしてもいらないかなと思って。入れてないです。こうバージョン12.2でドルフロやってるときは入れてたりしたんだけど、あれはね、シュルカーボックスが手に入れるのが楽なので、あの、シュルカーボックス自体は、 だっけなあの戦艦の中に入ってたりするんだよね。でそれがあるからすごい便利で。え、ね、あんまり自分で作らないっていう作ることが難しいからコスト的あれが自然にワッポンするアイテムっていうのは初めてゲリラ持ってやってて。 あこのモッドいいモッドだわって思ってしまうモッド内容のことじゃなくてあの全く別のところで感じてるよいしょあ村人いいんじゃんいやまああれはさすがに持って帰れねえけどあ拠点周りでな村人出てこなくてなったんだよな いやでも、俺のゲームにも、ちゃんと村人ばゾンビが、いるっていうのを確認して帰ろう。よし、じゃあ帰るか。割と、アイテムたくさん。クライアンボールも11個も手に入ったし。 ドロップ増加の剣っていいね。ドロップ増加3かついてるけど。これいいわ。あとまあ、もうちょっとだけ粘土絞っていくかな。取れるうちに取っときたい。こうやって <laughs>。やった上で。 粘土をたくさん取るオッケまたこんなもんかないやまああと焼くときにこの固めた粘土のまま焼かなければいいんだよワンちゃんこのまま焼く可能性あるからさ困るんだよね 焼き粘土じゃなくてえっとなんだっけコンクリートかああ、違う片焼き粘土に片焼き粘土じゃなくてレンガを作りたいからあの分解してこの粘土の状態で粘土の固形固形じゃねえなブロックじゃない粘土の状態で焼かないといけないんだよな 辺ややこしいんだけどまあ大丈夫だろう俺にはレシピがあるレシピモッドがある俺にはじゃあとりあえず帰りますかあとまあ個人的に触れたかったの触れたいモッドっていうか後々触れたいなって思うあのなんだっけ 思い出せねえななんだっけあれか SAO モッドとかあの辺触れてみたいなあとベターダンジョン系かベターダンジョンミュータント系とかをさ触れてみたくてさはい待ってる待ってるってあの やりたいんだけどあの辺ができるかなーって感じベターダンジョンはね多分確実に重いから今の俺のプレステのプレステじゃねえや PC のスペックだときつい気がする若干ねだからその辺は PC 君と相談しながら決めるんだけどやれそうだったらベターダンジョン やりたいよねこの辺のモッドはやってて楽しいタイプのやつ。ドルフロもね、やってて楽しいんだけど、やっぱゲリラが入ってると、一息つくことができないという、そういうのがあるので。あのー、なんだっけ。一回ね、動画投稿した、あの、 り実況の方のね、動画とかは、あれまあ編集俺やってないけど、あれ一回、まあ別に死んだとかではなく、普通にワールドが固まってできなくなったんですよ。で、あの、原因を究明したところ、なんと、ドルフロモッドの固有バイオームである、あれがね、あの、すごい重かったみたい。ていうか重いみたいで、 大問題。くっそう重いみたいでね。あの、それのせいで、あれなんですよ。俺れのせいで、ここのバイオームに入ると、そのシード値だけね、しかも、そのシード値だけ的確にそのバイオームに入ると固まっちゃって、だから、 撮影開始する前にその辺チェックしとけばよかったなーって思ってた。きてえわ。ね、もう、こういう敵モブとの戦いは生意味でやるもんじゃないわ。戦艦持ってこいよ、戦艦。いい加減、あれかもしんねいな。あの、ヤマト以外、ヤマト以外じゃないや。中間世紀とか深海星艦以外の パンをまともに使ってもいいかもしれん赤野郎やめろやめろやめてくれやめてくれエイムが合わないんでやめてくれあ<の>とさあこれ完璧に余談なんだけどさあの最近まあゲームをする時間があんまり取れてないっていう 話があってさ配信以外であのゲームをする時間がねあんまりないんですよ。でそのせいであのシリーズでやっていたバルヘイムとかあとは何だっけあこのゲームもそうだけどマイクラとかがね全然裏作業中裏作業ができてなくて。 マイクラは軽いから、PC ゲーム、配信しながらできるんすよ。バルヘイムは、録画しながら、これじゃないや、録画配信しながら動画を撮る、撮る、動画撮るっていうか、録画配信がそもそもきついんかな。作って、で、まあ、あの、半諦め状態で。 アルハイムの方は本当に時間ができたらやろうって思う。なかなかできないよね、こんな時間なんか、ね、これだから今日、なんだ、2時とか4時くらいまで作業配信できればいいなって今思ってるんだけどさ、その2時から4時っていう、まあ微妙な時間ちゃ微妙な時間かもしれない。その時間に何の意味がある 明日の、何配信時間も確保しておたくて、配信時間も確保してみたくて、配信したっていう時間を確保して、で、まあ、今日4時間やるわけなんです。4時間、最低でも4時間配信やるわけなんです。ね、もうめんどくさいね。あのー、 何て言うんだろうな。明日がね、昼仕事行く前から、あの、仕事行く前じゃねえ。仕事行ったらもうそこから24時間くらい働きっぱなんです。あの、ま、一緒同じ仕事場に行ってるわけじゃないから。 24時間くらい働きっぱになるから、あ、あのー、明日ね、配信の時間がガチで取れない。今日のうちに配信しときたいなーっていう話なんですよ。だから配信す何言ってっかもう自分でも分かってない。頭がぼーっとしてるからさ。 チェストパンなってねえよなよしオッケー定期的にチェスト確認し,としちゃうのであーっとこだっけてか何をしようとしてなんか 頭がぼーっとしてる <laughs> マジでえぐいことになってるんだけど焼き魚あとで全部かまぼこにしようやばくない や,やつをさ片っ端からさ焼き魚にしてるんだけどもう,もう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 満帆じゃんあーすげえなこんなに焼けるもんだんだな焼き魚あとでチェスト作り直しとこうてか今作っちゃうか 木材がね、割とね、やっと安定して作れるんですよ。あの辺すごくないすごいことになってる。松の木っていうのが 2×2 であの植えることができて。け× 2で植える。あの、大容量なんですよね。大容量って。あの、ジャングルの木とかみたいに、でっかく縦に伸びる。で、普通の人はそれは嫌だ、嫌なはずなんですよ。はい伐採しにくいから。 けどこれは木こりもっと入れてるからこのそうなることがむしろありがたいというこういう感じでしてだからねねああやって縦に伸びてくる。 よし。とりあえず木材は、各木材を確保できてるっていう話をして、次は、粘土を焼こう。えー、当たり前のように木材というか、木炭はたくさんあるので、木んじゃないよ。石炭か。石炭はたくさんあるので、この辺を、この辺に、えー、っと、粘土をして、 行きましょういや一回粘土もさ固めちゃうとさ崩さないといけないのめっちゃだよね。自動で置いて自動でやりたいわ粘土って重力の影響を受けるアイテムブロックじゃなくて。 あの砂と違ってね、下をね、破壊してもね、落っこってこないんですよ。下テクスチャーのくせに。デザインしてやがるくせに、全ステムがなくて。だから、下から下に松明でも、わーって回収する。確かできなかったはず。だから、こうやって、 高く積み上げて、位置破壊していかないといけないな。あ、てか畑綺麗だな。手前から大豆、大豆、人参、じん、じゃがいも、小麦、種もみ豆、豆っていう。あの、一番奥の赤いやつは、ソウルサウンドで、 あの地,獄地獄大豆とあとなんだっけ地獄大豆と何をやってたっけなまああれだ地獄大豆とネザーボートだ。を加工してて。 あの辺ができた暁にはだいぶ建築の幅が広がるというかなんというか。はい,いや。よし。 やべえな、焼き魚の数。腐らせそう。てか多分、まあ、実際腐ってるんだろう。<laughs> 実際腐るんだろう。あの、数が尋常じゃねえんだよな。んか焼くのがもったいないレベルで、あれだからで、えー、っと、今加工してる間に、染物を作って。 食べ物っていうか樽を作ってそしておこうマジ邪魔だなてかんで動くようになったんだろう急に部屋の隅でガタガタ震えて命越してたくせに縮小邪魔だな動くと動く。 動かねと動かねえで腹立つけど動くと動くでいうあれだな惜しいなで鉄がそこそこ数あるからもう一個くらい作れないなあ作れるか31あればあ作れる作れるよかったー 鼻とこをもう一個作っときたい。いつがなぜか枯渇してるんだよな、うち。悲しいわ。で、あとは、なんだなんかあったか、やること。建築しろっつってんだよ。忘れてたわ。えと。 ナマコってさこれ株の建材とかに使われるやつだよねから株の建材用のやつを作るかえー、っとどこだっけあここからワンスタック取ってこれと えっと、真ん中に置いて、これを砂で囲うようにすると、漆喰って読むんかなわあ、読み方わかんねえ。読み方わかんねえけど、多分そんな感じだろう。まあ、とりあえず作れるだけ作って。んで、 で、焼けた粘土を。焼けた粘土を。えー、っと、これも作り方は一緒かな真ん中に、あごを置いて、囲うように置けば、だね、レンガ。レンガじゃないや、瓦か。これで瓦も完成と。 よし、こんな感じで作り方は合ってる。で、今度、そのカゴを真ん中に、これを四つ角かなで、残ったところに瓦をはめると、生コができる。おーしこんな感じだろう。いや、でも、生コを作ったはいいけど、使い道ないだろ、このブロック。 キツネびも作りたいんだよななので、ひ畑を拡張しましょうか。これは、あれだ。週刊席に護衛してもらおう。じゃないと死んじゃう俺、俺。建築用のやつは一旦ここしまっといて。気持ちは、食料品とかだけにしとくか。 この辺は必要だけど。豆いらんし。オフ石いらんし。苗木なんかもっといらんし。入ったやつだよ。持ってた覚えがねえぞ。で、かぼちゃは後で豆にする。やっぱね、かぼちゃ豆乳っていうのが確かあって。あれだっけな。効果がね、すげえんだよ。ココアだって。 公約力上昇と個人的にはこのいちご豆乳がさいちご豆乳とかぼちゃ豆乳あたりが欲しいんだけどこっちもまあ作りづらいレシピなわけで味をかぼちゃ豆乳はそんな作りだすづらくないんだけどいちご豆乳がめっちゃ作りづらいんだよねなんかいちごジャムっていうのがそのいちごジャムって どうやって作るんだろうなーって。もう効果レベルゼロになってるわ。はぁ、しばらくじゃあいいや。しばらく豆乳は控えよう。お肌トゥルントゥルになっちゃうから。豆乳イソフラボンが。えーっと、やってくか。ああ、スナイパーがいる。 漆黒のスナイパーがいるおいるダイヤのスコップ使うのやだな あー、黙々と採掘しとこう。けどさ、マジでさ、最近さ、路球を破壊したことをさ、ちょっと悔やんでてさ、あいつの結婚効果って、あの、採掘速度上昇じゃん。あれ、その能力めっちゃ重要じゃないって思ったっていう。まあ、そんなにさ、指輪の数もあるわけじゃないから、あいつに結婚するほど、 あいつ結婚するほど回せるかって言われる。指輪の方は多分回せないと思うんだけどさ。これ以前のもんだよね。あいつ結婚すると採掘能力上がんのかよって驚きが勝っちゃってさ。えー、っと。関関ちゃん遅いわね、今日。ちゃんと。さ。あ、俺がカタパルトつけてるから。 何どっちが邪魔えこっちが邪魔なの出て,て。動き早いと動き早いでただの悪魔なんだけど。 よしこんな感じでくり抜いてあーまじせいしてるときに思うのがさ一列ずつ地道にやるのがいいのかこうやって上から削っていくのがいいのかってほんと微妙なところだよね結局削るブロックの量が変わるわけでもないんだけどさ 作業効率的にどっちがいいんだろうな毎回思うんだよね。結局、一列ずつ削る戦法にしても、あのー、なんだろうな。削るところが高すぎると手が届かなくなるからさ。結局、階段走りしてこうやって上から掘るようにな,なるわけじゃない。この辺どうなんだろうなーって、いつも作業してるとき これは基本こうやって上から2マスずつ掘っていく派の人なんですよ。これがね、やっぱり一番効率がいいなーって。あと、持つ道具をね、節約できるから。こうやって上から掘ってるときだ。こホち掘るアイテムだけ持ってればいい。よいしょ。 ダイヤのポップの耐久値がコリッコリに削られてくんだけど普通のエンチャント台もいい加減作ろうかなぁもうさあの合成できるっていうさ安心感があってあのとこでねあのとこで合成できるっていう安心感があってまともにエンチャントをつけようってならない ンンチャントテーブル作ればいいんだけど作る気にならんまず最初にあああ作業してると楽しいわ実践作業してると楽しくない <laughs> 楽しくないって言っちゃう 実際俺こういうさ作業的なことがさすっごい好きだからさすごいここに楽しさを感じちゃうんだよねえー、っと4枚今さ開けてこれでサイズ的にはぴったしかな ただやっぱこのタイプの畑なぁ、欠点があるのかなぁ。暗闇になりやすいわ。水の中にグローストーンでも埋め込もうかなぁ。こうやってちゃんと明るさを気にしてるつもりなんだけど、それでも足りない時あるしなあ、いいや。とりあえず。 こんな感じでやってあれ 地に戻らねえここはいっか届いてないしこのうち地になるだろうよしでかぼちゃの種をこうやって。 地方に、地方っていうか、両端に植えれば、きれいなんじゃないわからんけど。あとコップ巻いとくか、とりあえず。カボチャは早めに欲しいな。えー、っとー。じゃあ全部コップやるちゃうか。 よし。まあ、これで、きつねびが作れるようになるってこと。確かね、かぼちゃ自体はね、あの、同じかぼちゃが生えてるところには出ないし、えー、っと、横にしか湧かないから、 湧いたところをあやべガリッてやっちゃった今あでも種増えたわわかるーや夜のうちにレキューちゃんレキュちゃん中間世紀が稼いでくれた回収しようあたを起こさないといいからあでもそこそこ消えてんな そもそもそんなに数がいなかったんかえ砂糖とかあるんだけど。なんでカボチャ育つの町だからここも整地しちゃうか。中間世紀も骨持ってるんだけど。あげれよ。 なんかさ、プレイヤーが釣りやっててさ、釣れないもんがさ、彼女たち釣れるらしくてさ、骨とかしょっちゅう釣ってくるんだ。んなもん釣れたっけって毎回思うんだよね。釣るんだっけ骨って。もう記憶曖昧だな、その辺。釣れたような釣れなかったよああー、しびれてきた。 じゃいいあ,あ、いかんのセリはああ、すんバスんばすん。 あれ,あれ俺バケツってどこ入れたっけダメだ、記憶が曖昧すぎる。あそっか、かぼちゃできんの早っ。 おた。早やさすがだね。これはね、半分の30で、ベル幅自体は足りる。ベル幅じゃねえや、ベル個数自体は足りる。とりあえず、ベルだけ植えて、 巻いて放置しとこうなんで俺こんなネオザメが悪いんだあ飯食ってから寝たからかさらにガスが溜まってるこれです カボチャにアイマンジャックオランタンジャックオランタンにね確かにジャックオランタンにカズリかエンダーパールでかこ、上下囲った上でカゴで両サイドをつくとネビる。 試してみそうプラズリに、ね、プラズリーもエンチャントしないとあるんででも余るもんはあこんな感じになんだ リシオの方がいい気がしてきた簡単に言ってるけどリシオってダイヤ使うからさあいいはどれなんかワンブロック使ったありって考えるあでも透けるのか別にいいかなダメ的にはちょっとあれなんだ パイマツとかだ。ワンクリックで。パイマツより明かりっぽい。あれ消えた。あれ消えた。えあえあえもしかしてキツネビって消耗品嘘 透明な松明とかなってるとか。消日も。わかんねえな。だけ試そう。透明な明かりになるんだったら、明かりになるで。まあ、それでべ。どっちなんだ。 まあとりあえず夜になる。てか夜になったら。ああ、消えるんだ。えー、でもジャック・オランタン使ってまで消える照明を作らせることないんだよな。こうなんだ。ああ、ちょっと休憩していい画面用意してきた。 うわあああれ明かりになってる。あれ出てるわ。消えた距離離れると実体化すんのかで後ろ振り向いて、表面を下っていくと実体化してねえな。なんだろうあれは俺の弱い心 的な何かだったああダメだなまじ体調が良くないのなんかさマイクラみたいなさ画面よいないよう,、ね、うなふたりしたどな画面よいなんか 目が疲れやすくなっ <laughs> だからさゲームするのにもひと苦労であの本当に期間や,やってもうバッだからに関しては体調が万全万全じゃない なんかね、環境変えた方がいい。配信しながら新鮮な空しんどいなぁ。地獄だな、それは。なんか、休める動画。あればいい。割とさ、一日さ、携帯とか見てる。このせいで、 が酷使さんやるゲームいっぱいあんだもん。パムスネやって、パープラやってさ、エログレスやって、ドッカンやって、ずっともう一日ゲームやってやめよう。うん。エビ消えるのちゃんと。 いや明るさもそのまんまだから、やっぱ木、逆オランタンみたいな感じになるから。だったらまあ、便利か。こういうとこ置いとけるわけだもんね。空中に近いような場所。だいぶ便利だけど これだからもう、あの、なんて言うんだろう。他のところみたいな。人に、に松明を、めんどくさいことをしなくてもいい。ほ青<う>。まともに戦おうとしたらもう、さすがうちの嫁。かわいい。 弾足りてるあなんで1万5千あれ1万5千0 0あちゃんかわいいんでああ超可かわいいなお飯ぐらいだけど 赤木とか燃費の悪い本家で燃費の悪いこう見てる気分。 エンダーマンの音なんだろう ちょっと待って、やっぱ画面用意すごいわ。ちょっと待ってね。目を休ませて。作業しない。目を休め休めるわけねえんだよなっていう。 飲むって茶飲むはしんどっあもう誰かと1時間交代ぐらいで配信レベルではだだけ弱いんだよ いやなるな、いつからこんなにゲームができない人になっちゃった。なくとも配信始めてからなんだ。ね、え、一ゲームやっていうのはやっぱりだよね。当たり前のことだからね。ゲームは一日間っていう。当たり前のことを厳守せずになおさらなんだけど。 多分減少してたゲームできねえし <laughs> あねえあの最近だから飽き性だからさゲームとかすぐよく空けるんだけど飽き性ってよ体が疲れすぎてゲームができないことと時間くらいやってああもう疲れた無理 ええ、厳しい。あ、なんか死んだか今。 もうちょっと優し目に優しいゲームってなかなかないよね。だか最近さ雑談系の配信とか作業系の配信お目にやってるんだけどああもう目が疲れてる時期体の好き体じゃないこれの好き アイテムって経験値もらう戦わないけど機石席が経験値を終わる最終章やめてくださいこ、はい、<laughs> わ 攻撃すると関西機からの攻撃不思議なことでおいすごい中間席がくるくるしてるどうしたあそこ湧くとこうあ湧き筋湧き筋 あ、できてんえかもこの辺の赤石とかもトローあれだなパンパンになりそうだろ。 あーあーもう卵拾っちゃうここにいると卵拾っちゃうあれ吸血鬼だ吸血鬼じゃなくコウモリだなんでコウモリ行こう吸血鬼って発想に至ったんだろう キツネビってさ水で破壊されんのかなこういう感じで試してみるあ破壊されねえんだえこれめっちゃ便利じゃないキツネ火。ここはだってさ退化してね こういうことができるもゃ便利じゃんいらねえけど壊したいときに出てこねえんだよああ壊せねえ出てこねえから壊せねえ今チラッと出てき えーでもキツネビって便利だなほぼないものとして扱われるあるのにないものとして扱われるっていうただこういうところにブロックは置けないから 一種のバグに見えないことも。 うしうかなもう畑いら,ない,いらないんだよなただまあスーパースペース分は作りたいからスーパースペース分くらいは作るえーラビットと交易する以上農業は農とか畜業はやってて問題ないから産業だあれどっちだっけなんかもうなんか専門的なそういう 方があってきる。農業とかはマジでや。んかな？あれ畜産業だ。ああ忘れたなあ。いや。 そう。ああ、便利。空中に置ける消えないタねマき、重ね置きもいけるんだ。えー、超便利やん。チカチカすんの腹立つけど。壊してる時に壊せないしな。 Uh yes. よし一旦休憩ね。一旦休憩。痛いたい、はいまあ。そうだな。俺、首痛ことは多いな。あれかな今までやってたところ、テレビの高さ下げたから、感じてんのかな。だ低いんだけど。だから、首痛めて、その作用で、やるかな。 ワンチャンあるな。ああ、このクつかテレビどかすわけにもいかないしな。難しい問題だぜ。<laughs> もう一個、今使ってるテレビラックと同じやつを買うっていうなくはないあとな、体調を壊しかねない、倒しを壊しかねないっていうか、部屋のスペースがなくなるんだよな。 今もうテレビを置いているスペースも割とギチギチなんだけどこのスペースがなくなるってあれよなどうしようかなあどうす ああ、マジで目が疲れる。目が疲れるように。いいじゃん、目が疲れるよ、僕。マジで。なんかさ、ブルーライトメガネをさ、買ったんすよ。ブルーライトカットメガネを。それもさ、全然効果がなくてさ、多少経験されてるんだろうけど、ブルーライトの体調が悪くなる。ロハという。 体調が悪くなる原因そのものは取り除けてるんだろうけど。なね足りないという。足りないっていう言い方すると、ま、それはそれで語弊があるんだけど。うん。そんじゃい。<laughs> プロライトメガネをかけるっていう。行為そのものがさ、体が拒否して。 あのー、眼鏡かけてるのが原因かもしんない。なんかね、体調が悪くなりやすいって。体調が悪いんだよ。なんかその、度数の合ってない眼鏡を使うと、どうこうみたいなのがあるらしいんですよ、ね。ただ、そもそもどの入ってない眼鏡ネ 関係なくねとは思ってるんだけど。思ってか、おもし、そういうのの関係で、体調が悪くなった、まあ、ブルーライトカットのメガネも意味ねえんだとしたら、ちょっと困るなーっていう。ブルーライトカットのメガネ、便利で、昔から使ってたりしたんだけど、なんかあの、つけると、 体調悪くなる。使わなかったんで。だからまあ、普段メガネをつけてない。つけ慣れてないから、その分、疲れやすいあるかもしれない。真相はいまだに闇の中です。だからまあ、ひたしらの理由であの、体調が悪くなって、確かの。 まあ、試せることは試し試そうなら諦める。とうを今、取ります。はい。まあ、もう、おとなしくブライトカットのだから、やっぱね、あったりするゲーム機の低いんだろうな。もう一段階くらい、高い。 テレビラック、テレビ代用、買おうかな。なんかもう、試し式のテーブルのモニターポンって押す。じゃあ体調も悪くなり 姿勢の関係で体調が悪くなったらしばらく耐えられるしかないああただそうじゃない可能性にかけとく。 か今度から配信するとき一旦大きくらいにしよういや30分だ30分大きくらいに休あ待、まま、った待、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 ま、ったあいつは攻撃対象外あれリムなんだろう敵もやっちゃうかな プレイヤーにあだなすもんスムーブ状態にしてあんだけまあもともと攻撃してた状態だからっていうのもあるかもしれないああと攻撃してた状態だからっていう だとしたら次から出てくるやつは大丈夫な。で、そういう原因じゃなく、ただ敵モブ絶対殺す番になったら、それはもう、あの深海生官たちの力を借りずに行動をしなくてはならい。プライトを手に入れるためだと。 いやー難しい話だぜ。 ラーンゲーそこ破壊したいんだけど破壊できない破壊化することできないのかな あ、間違えた、はい、ああでゾンビ殺傷事件が起き事件ですよ事件ああはなかゆはなかゆっていうかまたマイクにテープつけた あマイクの配置があるよし、今度マイクの位置全部何かのことは解決するはずう信じあー。 なんかまあ、あれかもしれないね。さあ、がんのやすい体質になったのかもしれない。もっともと、えない人か酒飲んだりすると、画面よりあ。お前、酒にだろうろって。 酒に酔ってる可能性もあるんだけど。<laughs> あの、え、ね、えはいというか。あー。 例えば、話題を変えて、皆さん10月に入って、まだ入ってない。あと30分ある。えー、クリスマスの予定などは決まってる方はいらっしゃいますで私はね、もうね、クリスマスは予定が決まってました。イブも、そうなんですよイ、ね、ブの方はね、確定でもう、しっか 金曜だったけど、そだから金この日は絶対仕事の日だから。24日、金曜日です私、金曜日仕事なので、月金はもう確定で入ってるだからもう、あの、何が悲しくて、クリスマスの日、彼女のいないそこがね、 アブーで仕事してななくちゃいないけの心理に迫れるわけなんですけど <laughs> マジであのワンチャン発狂するまでまじで何が悲しくてさあのクリスマスの日こういうところでし,しないといけないのかなあクリスマスの日じゃなくてもそういうところだからそうい客ばっか当たり前なんだけど いやーでもなんか、ええー、痛くないよね。なんか。<noise> まともにしてる人たちよりクリスマス待遇がいいって、ちょっと腹出すよね。それは俺のもうマジで、ただの、あれだけど。 立て方がひどい。いやーでも正直そうなんですよや。悲しい。いや柔道相手すだからしょうがねえんだけど悲しいよな。 で、確か俺、年末も、年末も、まあ、二十四の一週間後だから三 31? 年末をあの、ホテルでしょ。去年もね、ホテルでとって、消してまして。ただよね。すいません、こいう。 れ一発打ち切るそんなことはないけどこうしかないとあっシなんだろう索敵が追いついてるのの話です,すごいなんか壊れてて話じちゃんなってるだから俺はクリスマスも 末ねですよっていう <noise> リアルが10るんでしてくしたくない方法なんですよ <noise> なああ皆さんあっていうないんで今日いつも以上にしなくても聞けないんであーあと まあクリスマス彼女とデートか。そうだよって。ドーム用で殴ろう。正義の鉄拳を食らわしてやろう。マジで。<laughs> あいつは何も悪くない。マジで許されへんから。 なんか俺ーで言ったけどさ、あの仕事だと思った、仕行く時間にさ、着替えて仕事行こうとしたらさ、休みの日だったっとがあって、で、俺、仕事の予定が決まったら、予定をちゃんとカレンダーに移ってるんですよ、ちゃんとこの日が仕事 えっと何日かどうえー、休みの日を把握する。で、まあ、あったんだけど、そうやってるにもかかわらず、普通、あのー、仕事行きそうになっちゃった。マジね、お時間かかる。一時間じゃないよ。時間かかるところ。 仕事でもないのに一個になっちゃってマジで怖かったよ、うん、ああいうのはほん体にも的にあれはなんか普段火曜日しようさ火曜日が夜勤はあるんだけど休みだったりだから水曜日 代わりに今日行ったよなーみたいな思って、ちょっと行こうと思ったら、違うんですよ。明日仕事なんですよ。明日昼仕事して夜勤行って、別のところで夜勤行って、で、終わったら、終わったら多分、1時間、そこら、寝るだけ寝て、もう1箇所の方か1箇所って。 昼の仕事行ってって感じなんだからまあ出たら青尾音レベルの感じで皆さんにはハードスキル5時らいかなぁだいたい曜日普通にできるよう、ね、な 火曜日の10時くらいまであの夜ね夜10時くらいまでねだからなんとだから変わってなんかったありにさあの今日みたいな火曜日や 日曜日が、とかで、昼仕事あって、夜勤、まじ仕事してるかな、あのり、ね、約24時間くらい働きっぱな、っていう話をして出たして出たってか、してるっていうか、動画の冒頭にしてたけど、ね、僕、僕を見せられてる、言ってる。 ててか見てるあーもうね、こって素晴らしいなって思う。働けるって幸せだなくらいの気持ちで、うん、ないとね、な気がする。夜勤の人あるんでって言ってるのに、日曜日毎回毎回シフト。 マジで、ね、日昼の仕事ガチでいい,らいっだから俺があったからあったからってか。あ まだなってないんだよいんあと30分あ <laughs>、まあこうやってさ配信してるけどさ年開けてから配信活動再開すればよかった 正直なあれのほう配信活動開始でもいいですあれだから正直その方に合わせるけやめるからとやめるっていう判断を下したらもうこうやって配信の活動が ね、できるようになったから明けまで待ってもらう待ってもらえばよかった待って配信活動ああなんかさ,さあ,あのと決めたことはバーってやらない多分そちゃんとあっては行かなくなっちゃった だから、やったことはパパパーってやる。で、ダメなこと、ダメなことってや,やらないことはマジでやらない派の人。やらない。もう限界を分かってる。限界と性格を分かってる。無理が聞くうちは無理しちゃおうってっているから。 あのすごいなんか、のち疲れるほどあ今、稼働で無理してる。じぎね、あの、倒れなきゃいいんで割と思ってないと思うけどね、れ倒れるなここまで倒れたら、マジでシャレになんねえな。 なる,になる前にや,やめるから大丈夫よっていう気分でねあと30分しかこの仕事先の方にはいないからあともうクリスマスにし部の日があるラブホのやめちゃったらしよう ああ。よしまあいいや一通り愚痴たし一通り愚痴たし真面目に作業するまあ愚痴りながら真面目に作業をしてたけどい、ね、や<ー>マジ皆さんすいませんねだらない話 の子かどの口で言ってんの俺の口がベララララしゃべるもんただ結はね割と楽しみなあの普段見に行って水中 方がね、新しく新衣装、活動1周年の出すとか。で、それが楽しみ。あ、でもこれ、アーカイブ残したらこういうんじゃんな。はやめろよ。おかしいだ残っちゃった。だから、 あんないんだよね、その、確かお、だから、火曜日だかし、あ、日曜日だ、日曜日だったらいけるかもしれん,んけど、どうだったかな、日曜日。日曜日多分ね、昼の仕事が入ってる。あー、残念、夜でした。件は入っああん なんかさ俺さ、仕事するときさ、1ヶ月のもらってるかさ、週間ごと一ヶ月のやつをもらってる一1ヶ月前に予定を決めてっていう、まず無理な生活。てか、そもそも普段が予定ない人だから、1ヶ月後の予定とか聞かれても分からんわけよ。 あ,あのー、急にどっかに行くことになるかもしれない。とねあの、ヶ月、ねえ、こうやってらあんないから、記憶力がさ、皆無だから、割と忘れてなに人として約束忘れることはあんまないんですないかな。あ <laughs> 不安になってきたけど、ないかな、うん、多分ないよな。誰かの約束溶したことはあったかな、うん、あったかな、うん、そのラインだな。うん、ないから。うん、え基本的には、ね。 1>, 1ヶ月から1ヶ月定評で,でまあ,あの記念の日も本当に忘れて忘れてたっていう方はだけどなんかどうせ日曜日だからこれ夕方の仕事じゃなくて俺の仕事だろうと。って。 普通に、ね、仕方の仕事をやられたっていう勘弁してくれよ。まああ、別に配信なんかね、17と違って YouTube のライドは残る。ああ、ああ、だってリアルタイムでああ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  あ、いてーくそこのマイク邪魔くせえんだけど。何このマイクそう邪魔。さあ、マウスをさ、マウスから手離してちょっと手上げる。手上げるってか動かすとさ、マイクに手が当たる位置にマイクがある。あら。プレッシャーロみたい。 よぼすい6 1 6 9う,うわっ痛いピクちゃんピクちゃんヘルプミーヘルプミー <laughs> 沈めこの世なんで湧くのここほんとに

そういうところにブラビゾンビが湧いてくれる分にはいいゆみ <laughs>、ゆみ竹弓ちゃんあなたはダメよ竹弓竹弓はダメだよコスト高くないからすぐ作れるけどちゃんとまたつけんのめんどくさいからこうやってさ釣りのさあの どうクラフトあのえ、ね、中身をさどうで回収する施設を作ったと結局こうやっていらないもんは手作業で手に行くことになるっしさねほらもうまた来てるもん何だよここだよこ ほら、明らかありえないところからあいつらさ、俺のこと殺しに来てない。じゃん、スタンダップ。<や>さあ、普通ボスイッチをおとなしくしよう。はさんとの。で、デキュちゃんは、おとなしいから。デキューちゃんってそういえば、 これだよね、転換のくせに関西来てますああなもんでボックスの中身は完了かないややっぱ島風がそばにいるらだわ あー風を移動速度が上がる便利だどてないみたいな。絶対そういうもんだか風違う顔に撃沈されたみたいな。かわいそうに。 ああ、なんか、年末年始も予定が入ってない誰かとまったり、少しライブみたいにできたらなって思ったんすよ。僕、その知り合いがいないんで、そういうことできないんです。ああ、友達が欲しい。みたいなことも思ってたんだけど、できねえから。 ね年越しに年越しがラブホテ <laughs> なんかねいいって送ってる気がするわ俺だから俺はいつまでたっても彼女ができないんだろうなっていう気持ちがね込み上げてくるよ多分たあのためではないと、えー、女の子とか 女の子とかよりは、あの、金を優先すると思う。そもそもそんな金使う人じゃないあれなんだけど。よく生きるために必要なものを優先しちゃう気がする。女より。いいことが悪いことが微妙なラインだけど。 成績上がってこいよ。そんなとこいんの？それが段階絶壁にしちゃうのがいい。いいえ、どの辺どの道？この辺削るもん。この辺の山全部削るもん。最終的にだって。あそこの桜の木までさ整地するんだから、全部平らにしてやるんだからさ。 よしじゃ、あとりあえず、成長は終わったし、建築したい、いい加減。あの、粘土もいい感じに集まってるでしょ。1、う、分、ん、ちょいで、最後のスタイルは。 今猫っぽい何かがシャーって言って猫っぽい何かがってない <laughs> ダウトだけどその発言の時点に仲が悪いずっとシャー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 い 下げすぎやねんっていうちょっかい出す方出される方はそこだしなんかねあのスパロボやっててスパロボやっててメタスとかがシュッと効果は出るんであれは見てて思うどうすっからな,なんか せっかく竹本入ってるからさ、和風建築をしたいんだけどさ、俺の建築センスでいけるかなっていう、正直なところ。漆喰と畳だけで、多少作れないことはないと思う。壁を漆喰にして、で、まあ、屋根は瓦にして、だから瓦をもうワンスタックくらい作って。 よしで、あと畳も例えばさ火けした畳ってどうやって作るこの辺の作り方分かんないんだよああ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 あ うーん。どんな感じだろうな。なんか、ただ、和風建築って、パッと出てこなくない西洋風とか、お城っぽいとかだてパッて出てくる。和風建築って言わ、出てくる。ずっと。俺は出てこないよ。私たちは出てくるかもしれない。僕はもう凡人だから、そういうの。 でさ、ナマコってさこれさ要は壁のぶちょっと待ったあやっぱり <laughs> ちょっとなんかささっきからさエアコンの音だかさあれだか分かんないおかしいですこういうことでしょ要はナマコってあのバカ殿のお城の壁に使われてるやつでしょ <laughs> なんでバカ殿なんだよって言われるけど、あのー、今パッと出てきたのがバカ殿だったからっていう話なんだけど。バカ殿も見れないからなーあれこれ何マコ…えなんかすっげえダイヤのつるはしにしても。てえな。え、こんくらいでいいよね。 で、一番最初に作った適当な 2×2 の入り口じゃなくて、ちゃんと均等に剥がって 2×2 の入り口。えー、っと、えっと、何マスにしたあん。あ、マコって手でいけるんだ。高い目分かりにくいな。1、2、3、4、5、7、8。 えーっとー22だから半分1だから10と11のとこにあんなければいいおここじゃないあれどっちだろうなあってない気がするおおあちょっちまって 1>, 1、2、3、4、8、9、10。あちょっと待っで。1、2、3、6、10。あぴったしだ。なんだ、やれば数えられんじゃん。なんだ、俺、算数できたんだ。こっからって話になるけど。 ちゃうねん。全然さ、頭の中からがさ、すっからかんになってってる。マジ、一時間前に言われたこと覚えてないもん。これあの、ボケなしで、真面目な話で、一時間前ぐらいに言われたこと忘れる。あの、仕事してるときに、あとこれやらなくちゃ、つって、間になんかちょっとした作業が入るだけで忘れる。ここなんかありますよ、ここ。ここ、キツネ火ありますよ、絶対。 キツネビー出てこいよー。おい。出てこいって。はいキツネビを具現化させることって言いないのえなんかさ、こういう、こういうので見たら、原してくるみたいな。ないんかな。シフトを押すと見えるとか。ないんだな。あれ、キツネビって何が条件で見えるんだろう時間かな、やっぱ。 例えばさ、なんだっけ、もみじもっと、だっけ。竹もとの派生のやつには、竹使った、あの、灯籠っていうか、灯籠じゃないな。なんだっけ。あの、カンコンってなるやつ。カンコン。いな、俺が今、カンコンって言ってるやつはあれだ、あの、<laughs> SE だな。デュエマ、デュエマじゃないや。あの、 なんだっけ遊戯王か遊戯王の SE なんだよねって言ってる。あ、い,いや、<laughs> ちょっと待って。そういう話じゃなくて。さあ、要は。え、これ俺、サイズどれくらいで作ってんだろうなんかさ、そんなふっくらしたサイズにしてもあれだよね。ふっくらしたっていうでかいサイズにしてもあれだよね。はい。 だいぶにはいいべ。燕火がな見えねえんだよな。なこれ近くに明かりがあると見えるえないのそういう多分ないの。あっ、燕火持ってたら見えんじゃないなんかそんな気がしてきた。ちょっと待って、またまたマイクに手ぶつけたけど。燕火、キツネ火作ろうぜ。 なんかね、そんな気がしてきたわあの。他人の死亡フラグを見たような気分でそんな気がしてきたわ。なんかね、そういうタイプの仕掛けがある。 アイテムが何かのゲームに合っている。だからそれと同じ理論で、こうやってキツネ火を手に持ってれば見えるんとちゃいまっか見えるよし俺の推理は合っていた。俺の説は正しかったんだ。<laughs> ああよかった。合っててよかった。間違ってたらもう配信やめるわ。 どれだけの硬い石を今持って言ったちょっとだからこれ、要は、狐火を持ってなければ、ちゃんと透明な、あれとして認知されてる透明なブロックとして認知される。置いて一定時間経つと消えるわけだから。さあ、雨めっちゃ強くなってきた何これ嫌がらせが がらせなのかあ燃料切れになってる何のためにお前に豆腐持たせてん食えよ <laughs> あれ自分で食うの怖いんだよな地獄豆腐な <laughs> こうやってさあのご飯をあげれるんだけどさなんか 中間世紀とかだと一気に30個くらい食うんだけど全然来ないんだよね他の子ね中間世紀がマジで大飯ぐらいなんだと <laughs> 今度キツネイ君消えなくなったわ 手持ちに持ってっからダメなんだろう。あ、後々消しましょう。あ、あとあれも作ろうぜ。読み方がわからないやつ。<laughs> もうダメだ。もう俺に漢字と、漢字と長い文章はやめてくれ。自分で小説書いててさ、あの、あ、無理。もう吐くっっ。それ以上書けなくなるいや。頭悪いよね。 だろの頭が悪いあと桜の木も使いたいんだよな健在で桜の木がなそんなにいっぱいあるわけじゃないからいっぱいはあるんだけど正直なんかこういう骨組みみたいな使い方する あの、桜じゃなくて多くの方が綺麗なんだけど、この辺多くねえから、ねえっていう、俺が探してねえだけだけど、この辺多くねえからさ、ねえってことにといくれ。 あれ、桜の苗木が全然落ちねえ。まあ、桜の苗木はね、無限に増やせるからいいんだけど。うーん、どういう建築にしようかな。これはね、こっちで使いたいんだよね。で、あの、あれ自体は、 骨組みみたいなやつとして使うのは松のゲーだいたいっていうのが私の希望ですはい希望ですその通りに作るとは一度も言ってませんし私に建築センスがあるとも一言も言ねえよそんなお袋の腹の中置いてきたわお袋おらんけど <laughs> おらんけどおの腹の中置いてきた なんか作りに行って、取りに行って、取ったはずなのに、<laughs> ない気がする。気のせいかな。気のせいじゃねえの。あれだよな、う取ろうと思った。えー、と、こうして、こうして、こうかな。これで一個か。うめっちゃ使わせるな。 えーっとこうして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 こううん13個くらいあれば今んとこは足りるんじゃね正直こんないらねえと思うしいやでもあの全部の部屋の四隅に置いたら使うかこんどんだけ家具の配置雑なんだよって話なんだけど それはそれでね。何かな床張り替えるか土。でも土。うん。難しいね。建築って難しいね。余計なことを考えるところ。スタートになる。そしたらね。死ねーや、カース。 お前は何ぞ中間請求の手を煩わせるまでもない。早く村人ゾンビ連れわお。ナイス、中間。あ <laughs>、もうお前そこにいんのか。それば例えばさ、俺さ、卓球欲しいんだよね、卓球。卓球欲しいんだけどさ、卓球ちゃん全然来ないんだよ。 なんか後でレシピでも調べようかなあどういう件これはまあ動画で紹介するからために作りたいんだけどあ鉄だやったぜ鉄不足の我が珍獣 天使がい降りたあれやなひどき天使わお <laughs> これめっちゃありがたいななんか豆腐石がさ多分ある程度の高さじゃないとさ出てこないみたい豆腐石も結構欲しかったんでか 何でスライムブロック持ってんの <laughs> マジでこいついつまで持ってんのスライムブロックじゃない、スライムボール持ってんだ。加置いてくればいいのに。使わないんだから。あ、もう捨てちゃいけねえの、捨て、はい、こいつこの子の、この子の、ダメでしょう。 使う剣材を捨てるんじゃないよ、バカ誰れが。どうしよっかな。あ、やべえ。俺の今つけてるエンチャント外薬クソエンチャンなんだ。か。酒が凍るくらいなんだ。凍らせておけ。マジ外薬クソ。<laughs> いやー、これ深海水管。 旅するときは大事なアイテムだ。これ以外のとき、手がいやくなクソエンチャーだと畑回らすか。海に出るとき以外はマジでいらない子。まあ、預けとこう、権威がある。ウル関係はも いるかえーで特にいらないもんいいな俺コーフィーシとか松の原木だあるしってかいるしたらもこっちはどうしようもない怨念はいらんけど はい,らんけどどいやーこれだよなこれどうしようかいやマジ建築の内容に引っ張るのはなんかあのー、言い訳をさせてもらうと有能なあのー、モッドなので竹モッド自体がこの手のモッド 使ってまでさあの雑な建築できなくないってい,いちご豆腐ってどうやって作るいいウルトラアンテナあそうだよ そうだよ、思い出したわ。建築一旦やめていい <laughs> そう、俺なんでスライムボール取ってきたか忘れてたね。あの、豆腐レーダーを作ろうっていう話だったじゃない。い話をしてたじゃないそのためにスライムブロック取りに行ったんだよ。なぜ今まで忘れたの これでどこだっけあれどこだっけガチでどこだあれマジでどこあれ豆腐レーダーどこあれ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 でで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 あこれだ豆腐スライムレーダー えーっと、揚げ豆腐下にして、ヘッドストーンと豆腐石。あちげーな。いや。豆腐石は使うから。これで豆腐スライムレーダーを。で、ここに豆腐石を入れると豆腐スライムレーダー。完成でーす。<laughs> わかんねーんだよなこれ使い道が使い道というか使い方がわからないんだよえな何これどっちあ点滅してればいいのあ豆腐スライムレーダーの作り書いてないの <laughs> 書いてないっすね、これ、さては。はては書いてないですね。ねあ、打くっていいオーフレーダーの使い方がわからないのはマジで話になえ、アーティアって点滅するところには湧くってこと えっとえっと、レー,ダーだっけ名前が分かんなくなっちゃって。プライムレーダーか。オフスプライムレーダー。 やり方じゃねえや。使い方だ。こんな感じで調べれば出てくる。 いやさ今思い出したんだけど金剛豆腐のさあれがあればそもそもが楽になるはずなんだよね。 えーっとー、えー、っとー、ど、あ。うん、と、どれだろうな。 あれどこだ出てこない じゃあ、森塩ってめっちゃ便利なんだな。41×41×41 41 41の範囲で、敵モブがスポンしなくなるんだって。えーって感じなんだけど。ちゃう、ちゃうよ。ちゃうねん。<laughs> ちゃうねん。それじゃないねん。か、Y15 から40の間に、えー、黒、暗闇かな スポーンあとあれおだ、オフスライムエダ。あった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 。 あれ、使い方書いてないんだけど <laughs>。でや、今日動画見ちゃうぞ。あ,あんまこの絵垂れ流しすんのよくないからさ。早く見つけたいんだけど。え、でも15から40は、15から40って、 わあ何マスか上に上げないといけないな出てこねーえー、っとー。 あーやばい目疲れてきたわ超目疲れてきた うーん、わからん。わからんけど、とりあえず15から、えー、っと、いくつの間っつっても、15から、あれの間にスポーンする。40だ。にスポーンするから、えー、っと、高さ、おこ5から40だから、30くらい、30でいくか。 一で横に掘っ難しいね 出てこねえもんは出てこねえしなぁ結局どっちは点滅してればいいのかなぁすらわかんないからな使い方みたいなのちゃんと教えてほしいトリセツくれトリセツ地上にいたときはさあったら点滅したよね ほらこの辺で使うと点滅するんだよねかなこ,こ,こ,この辺この辺の狭い区域だけどこ,この辺この辺あ なるほどつまりこの辺がそうなんじゃないよしちょっと怖いけど <laughs> あんちゃん賭けに出るのもありかもしれないはいお疲れ様です5話世紀出そっう中間世紀だけじゃ 他に範囲しきれねえわあれもしかしてレキューちゃんおんねんぎれああはい正解 <laughs> 頑張ってな <laughs> ちょっとしばらくないだ鹿ほりほりし 地下掘り掘りしだから、のそのついでにうるさい、うるさい近隣住民たちに始末してくる。よっ。今死にそう。バカ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 あレコード落とした。さっき。 こんな空洞あったんだうんさあ予想外すぎるだろこれはあでも俺一回埋めてんなここだ俺が埋めたのかは知らないここは本当に俺が埋めたのかっていうあったぜレコードゲットだった オ <Okay. S 2> えーっと、どこだここかこら <laughs> 上上がっていけばいいのなんかさ、降板石が上でうろうろしてるの怖いんだけどちょっ、<laughs> あー降板石降板石ちゃん降板石ちゃん その位置まずいかもしれん。殴っちゃうわ。その一応俺ドメスティックバイオレンスし。うわあこう言ってあがって。スーパーマンか。んな,んな,かなんじゃないって。そなんじゃないって。 あちゃあの自然な感じで会話してる風になる。で漆喰とかも一旦預けっか。材料一旦預けて。豆腐スライム、長間にしに行こ長にしに殺しに行こう。ちゃうねんなぁ。そう。っちゃうねんな。あの、 な、うねんな分かるぞ、その辺。分かるゾンビがある。あるとりあえずそうだ。アタコも早く起こさないといけない。あ,あいつなんで死んだか知らねえけど。あっ、増やした。あの、ボスキ級に大主家ホールド死んだ死んだ、あいつ。ここはもう範囲じゃない。ここが範囲で。 まあこの辺からチジャンク考えて4030くらいまで掘ってこっかあ雲の声があ不思議ですねおかしいな 空洞まあ空洞があったら空洞があって、それはそれで都合いいな。シャンク掘らなくてよく。ああ、空洞あるな。ああ、でも完璧に洞窟になってんな。スライムのピシャピシャ音が聞こえればここでもいいかも。いや、でもそもそも。 チャンクから外れてる説ある。い,いや、ごめん。俺 <laughs> が出てきた。どこあ,あ、一応チャンク内ではあるんだな。 どうすっかな。これ難しいぞちょうど掘ろうとしてた場所にさ洞窟があるってあれだなうーん中間石連れてこよう話はそれからだとりあえず嫁を連れてこようあれでも俺これどうやって上出ようとしてたの <laughs> 俺どうやって上でよおうとしてる例えば、このこと全然考えてなかったら、ちょっと察したわ。これバカなんじゃないかな。切るとき、めちゃんこめんどくさいじゃんね。ね わりと近い場所にあってくるだったら拠,拠点っていうかあの家から歩いてほ,ほぼ数分だもんな数分っていうかもう家出てちょっとのところだもんなこれは完璧すぎるでえー、っと松明もえ はいまあと、完成期のアイテムを整理して、手持ちを増やしとこう。変わり種はいらねえ。とりあえず手持ちだけ増やす。 よしあとはじゃないもんああともうちょっとで起こせんじゃん白いのがさあの なんかあそこに深海世界いない <laughs> あれ本物の深海世界じゃん。オラのさ。<laughs> なんであんなとこかわいそう。うちの陳婦で一番優遇されるべき女の子は、一番冷遇されてる。<laughs> じゃあみんな怒ってんな。あ、なるほどね。レキューちゃんに脅されたか。レちゃんじゃあ,あなたね。あなたね。あなたね。えこっちこっち。こっちこっち。 キューちゃんとあと中間世紀あ違う、えっ、ー、と他球あなんだっけ何球だっけあれはあのあれと十巡世紀かあたりは体に向かってどつくからあ戻ってきた、はい、あれ 野球どこ行った目離<だ>どっか行くな今<何>よしあ怨念あげるとろくなことないなお前島風に弾薬与えとこう島風一発も持ってないんだよね 上げた分の熱球だ寝、熱球。熱球と従純正紀と、あと、レ球は、あの、ひょうどつくと、ひょうどつく習性があるので、つけましょうね。よし。はい、とけひー。あら、俺、これ、死ぬのでは危ねえ。<laughs> あれ、追加 HP なかったら死んでたんじゃないジャストで <laughs>。追加 HP なかったらジャストで死んでたぞ。はい。帰りどうしよう。あれレキューレキューじゃない。なんで行きそうビッチの声もするんだ。なんかこの辺の地下はさ、割と入り組んでるみたいでさ。 こうやって暗いとこ置いとけばそはやってくれんじゃね反対側行ってくから。反対側行って範囲見てくから。回 <laughs> HP 分生き残るなんてことあるんやな。あまあ 剣がんはいはいナイスショットあめっちゃんあいてわが再生ないによくこうやってど ああ、でかめの空洞ってのもなー、ちょっと厄介だよな。食べる分には便利なんだが。いいね、フェルトンなんか、あらずだからな。あ、一匹いたー。今、中間世紀の加護を受けてるから、俺強いよ。 中間世紀の加護を受けて、上下ともに鉄装備っていうかダイヤ装備だから。よいよ。弱かった頃、しないでくれ。あの時めっちゃ豆乳にお世話になったから。昔はな。めっちゃ豆乳にお世話になったから。自己豆乳があれば今でもお世話になるんだけど。 ああもうそろ1個投入の出番もなくほいこんにちゃー。あああいつぶっ殺ろゆるあ,あここのスロットの存在をいつもこうやってさせっかくサイドアームがあるのにさサイドアーム全然使わずにやってたりさ 採掘とかするときはサイドアームーあるとすっげえ便利なんだよ。こうやって、まあ、掘りながら、ロックを受けるから。まだ下あんのか。<laughs> とりあえず、最重要。はやっちゃった。最重要は、鉄と、と、トフスライム。オフスライムは、今倒したところで。 倒したところでって。あ、出たら出たでありがたいけど、倒したところで微妙なんだよね。まだね、あの、お面豆腐持ってきてないから。多分や、豆腐もっと触れたことある人は分かると思う。ないとね、全に持ってこいよって話。 だって本当に会えるかわからないじゃんじゃんじゃダメージ受けるマインゴール切っとこうマインゴールがさ加工岩とかも切っちゃうからさ切っちゃうっていうか対応しちゃうからさこれ中に空洞沸くんだよね うやってブロック破壊するときだけ鉄とかの、鉄とか石炭とか破壊するときだけゲームボタンを押して、で破壊し終わったら、でこんな感じで、ちまちまちまやらないといけないんだよ。おっとこれは話が違くない湧きつぶししてるよね、そこね。してないのなの もう奥の方に緑の跡が見えるしさ。てかゾンビの作的範囲広すぎんだろ。よいよいよいお触り厳禁だぜ。人はお触り厳禁だぜ。さあ、そう。マイクラのさ、基本的な知識。スケルトンにクリーパーを射殺させるとさ、 あやって、レコードがもらえるっていう、あれがあるんだけど。あの方法でレコード取ったの、俺、初めてだわ。あ大体、レコード持つとき、どっかしらから手に入って。チェストとかからね、割と手に入るからね。 いや、俺ここ引きつぶし取ったんだ。でも上空いてんじゃん。はいバカ。いやー、これもうやめとこ。なんか洞窟探索にハマると永遠と終わらない気がする。ガチで広い。 あレベル2あたこちゃん起こすかあいつ弾持ってないからな <laughs> 出しても邪魔になるだけだな中間世紀のアイテムボックスが1個空いてあたこ分のストレージがもらえる可能性はあるけどあたこもなんかないっぱいアイテム持ってる気がするんで やっぱスポーンチェッカー入れようかな湧き潰しができてるかできてないかは、まだにわからなくてさ。できてるんだろうなって思っても、時はわくし。かといって、ほら、あの、なるほどさ、あの、無限に松明を、具合が悪いじゃないスポーンチェッカー入れて。 空いてるところだけ的確にできればいいんだ。あっ、豆腐レーダー全然いじってなかった。えー、洞窟探索に来てる人だから。ナウで。豆腐スライムなんてどうでもいいや状態になりかけてる。そんなこともないんだけどね。 わかりやすくさ、豆腐ちゃんくんとえ、だけ、あの、豆腐の、豆腐スライムが湧くちゃんくだけ、豆腐石とかがあるとかだったあ、それでクソゲー劇場始まるあるんだけど。ただ、まあ、この辺はまだ範囲。 ここはいいじゃん。こう埋めちゃっていいくせえな,なあ、ゾンビの向んかいで。ひ <laughs> との耳をテロしてくれ。いいんだけど。かわいい女の子のね、ボイス声だったらね。ひとの耳テロしてくれても構わない。ここはい,いい。いや来たわ。 俺が昔どんだけゾンビスポーンにこもってレベル上げしてたとで、だから俺もう一個試しとかないといけない。他にも。うわ、いっぱいいる。え、金もある。お疲れ様です。 関さん、お仕事ですよ。えさあ、開けるからさ、頼むわ。誰だだ,だって言いながら、2つすんねん。怖い。こっから掘ってきたけど、ああ、いいんだな。 こっち側は完全に範囲じゃないんだな。<れ>なるほど。もうそれが分かっただけで十分だぞ。だから要は、本当にこっち側に来る必要はなくて。で、まあ、洞窟にはなってるけど、こっち側には俺は要はないわけだよ。はぁ、助かるー。一番関ちゃん、マジ最 この辺は範囲だから、りちゃんと調べておこう,うと、裏にありますよって分かりやすくしとくか、こうやって。ガンどいて。ガン。で、えー、っと、こっち側も範囲だから、ここはもう×印を。 分かりづらいバス印やなーって思うかも。え、でもこれあっ、もうちょっと綺麗なバス。えっとよし、あじだろう。 あとで俺が見て気づくかどうかはともかく。あ、ここ掘らなくていいのかって気づくかどうかはまたそれは別の話だから。ちなみに。やべ、少し、やった間違えた。この時点でもう2マス低いだ。から、高さ自体は、もともと想定していた30に合わせるつもりで、 分かった大好き分かったからごめんねほんとごめんねク関ンセちゃんの愛はね普段からね痛いほどよく分かるんだよ迷球と違ってマジでどっち行けくんねドメスティックバイオレンス マジで雨入ってくる普通に上に上がるような端を作るかえーっとこうしてこうして24じゃ絶対上がれないけど一どこまで上がれる てかアタがお上で起こしちゃなあと10個くらいかなあと10個くらいだから。 あらんえー、っと、あたご回収で、であたご起こして、終わりだな。何がだよって話。何もは始まってすらいに。 まあ、とりあえず、出上がって、あれ、ちょうどぴったし10個だった。完璧かよ。あたこさん、さすが、手持ちすげえことになった。ち程長あたこ。10.6もあんだ。それが、従順。なぜ突っ込もうとするこれがわからない。うるせえな。 えーっとんあ,あそっかアタゴついてくんのか気にかけてるとこ悪いけどさアタゴさんは直接攻撃するから。 まあ、上にしててもいいかな。なんかこのさ、一回指揮棒で指揮しちゃった子をさ、こうやって自由についてこさせるように設定の方法もわかんなくてまあ、た難しいなーって思いながらやってるまあ一回合致すればこうやってついてくるんです <laughs> 結婚してる人の言い方じゃないけど。 カッコ借りたから別にいいやなんだけど。なん<れ>だよ。あの。あたこと結婚したのは、個人的にね、カンコレで新しく出てきたし。カンコレの初期間この子だからさ。いいか,かわいい。とりあえず回復しろ、お前は。 いいアー雨がやかましいなこれでもさ一つ失敗したのがさ 俺が降りる地点は、あれの方が良かったね。あの、範囲外の方が良かったね。チャンクの。チャンク外で降りる場所を作って、ペタペタ聞こえたら入るみたいな。こよかった。量確認。ここは範囲外ですよね。はい。あー、やべ。 やっちゃったよ。またやっちゃったよ。い,い加減、マインオールをカットしろと、あれほど言ってるのに。またもう、ほん、忘れるんだよな。 よし。とりあえず雑だけど、湧きつぶしはしてあるから埋めちゃおう。雑だけど。まな、あ、いしょ。埋めちゃおう。 結婚した後の人たちはなんかちょくちょく愛の言葉みたいなのを言ってくれるんだけどそれがまたかわいいね <laughs> 何ののろけ話だよかわいいよしまあとりあえずこの辺はまだ範囲内全然範囲内だね えーっとね、1チャンクの広さって確か 64×64 64だっけ記憶が正しければ。ーーえぇ、ー、安山岩を置いてあげく。あ、違うな。ここはない。内。ここは以外。はい。じゃあこ、こんな感じ。 割と小スペースなのかな ?1 チャンクっていくつだっけ ?24×24 24だっけ <laughs> 全然1チャンクの広さを把握してないぞ今。片岡さん回復した 3世紀に作業が遅いって言われて <laughs> 超忙しいんですけどねあれ今ペチャって聞こえたいやペチャって聞こえなかった気のせいか なんだっけせいか。いやいや。なんかペチャって聞こえた気がしたんだけどな。 なんか追跡する骨が砕け散った音がしここやない。出てこなければやられなかったのに。えアミー優状態になる。 まだ全いない24かける24だと思うん6でしたはい16かける16全然違ったわぐらいか よしここはジャストだあれここもしかしてキツネビかなんかある誰かここにキツネビ置いた ああ、多分キツネビアあんな。<laughs> あいいや。下の上行ってアイテム置いとこようよ。この道、もボンブ沸かせるんだったら、アイテムは、てかそうだ、あたゴと、アタゴあたゴああ、あはいいけど、関西も。邪魔だし。邪 <laughs> 魔だしって言い方があれだけど、ちょっと、あの、 勝手に湧いたスライムとかあるとしちゃいましょうもうちょっと遠目じゃないとワープしてこしてきたドストレートにかわいそうだけど邪魔なのよあ,<れ>あやっとワンパンになった やっとって言い方パンパンなっちゃったわあどうしようかりえー、っと もうちょっとこのタンスもさ、早めに出しとけばよかったね。出しとけっていうか、使っとけばよかったね。そら原木使ってコストを何倍だ ?4 倍くらいに跳ね上がるとはいい。4倍ってことはねえな。普段原木2個でワンチェストなの。2倍か。約2倍に跳ね上がるとはいえ。結構便利なアイテムだったね。 よし、掘ろう。あ、もう掘って時間を稼ぐ。 まあね、これ。すごい分かりづらいと思う。お面豆腐で作った剣で豆腐スライムを殺すことによって豆腐ステッキっていうものが手に入るんですね。それが、えー、今の目標になってまして。私の中で。目になってまして。これが欲しいんだけど。に入るかな欲しいな今超忙しい。 抜けたなーああ無言になってしまう無言でやってしまうステッチって楽しいわ。 かね、やっぱね、ブルーライトつけてると多少軽減されるみたい。これだったらね、連続2時間ぐらいやっても問題ないとは思う。個人的な見解としては。で、ちょっと待ってほしいんだけど、携帯見てていい よし、こんな感じだべなんかもう綺麗にくり抜けた気がするよしあとは照明を落とすのみあ、ちょっと待って俺りキツネビ持ってないからキツネビ取ってこないとあれーダメかえちょっとこれあのー あのー、あれなんすよね。あれなんすよね。<laughs> あのー、あれなんすよ。確認したいことがあって。付け替わったら確認したいことがあったんだけど、ダメみたい。本当は今日ね、 日変わるから、これか復活するかなって。なかったわ。復活したら、あれなんだよな。トンパスを買おうと思ってたんだ。俺が自分の欲しいものにツッだけ突っ込んで放置してる。買おうと思ってるんだ。復活する日って。だからな。今月さ、29だったからさ、支払いがさ。 しないだろうなってってるんだけどしちゃおうかなてに楽天の講座作ろうかな <laughs> えとよしんで ラピスラズリと、カゴ。カゴ。雨めっちゃ強いな、今日な。私、埼玉住みなんですけど。埼玉、雨すごいっすわ。多分東京あたりもすごいんだろう。ジャック・オーランタンにしてね。 よし。これは一度覚えたレシピは忘れねえぜ。アブ。とりあえずキツネビ持ってキツネビ回収して。<laughs> めっちゃキツネビ浮いてた。 なんキツネビ取らねえと、暗くならねえべ。 はいあたこちゃん上ええるよ帰るよって言いたいんだよなこの辺でまた掘り返るかあね上から光が漏れてきちゃうから光も正直沸かせるには邪魔な気がするんで。 ここから太陽の光も入ってくる。あー違うねそこじゃないねもう一個上やねおっ。でて。で。で、アタゴは自動的にワープしてくるはずだ。 んけどできたわ。本当にしてきたわ。ああ、でもなんか拠点のすぐ近くにあれがあるって分かっちゃうとさ、折りを置けなくなっちゃうね。ャン <'t> ストップ。タープアタコ。アタストップ。98しか HP になる。 398HP あんだけどえ最大値98であなに中間世紀の近くいると300万 HP 増えんのそりゃ炎上するわあ<れ>でもそれを割とワンパンで溶かすのが大生感っていうかカムスだからなあれ怖いよなよし OK じゃあ、この辺でしばらく待機しましょうか。一旦ピースフルに、えー、で、ハードにもる。はいね。ええー。 Hmm. 開くかなー開いてくれると嬉しいんだけどな。 ちょっと今、無言で携帯見てるけど、ごめんな。ちょっと待ってな。忙しいから。忙しいからって言い方、あれだけど、確認しときたいこと、てるから、ぺっちゃんぺっちゃん聞こえてこないから、大丈夫。 よし、オッケーイ。落としねえな、ほんとに。か、あ、な、のー、あれ、なんか明るくねしたいや、明るいか。日光が入ってきた。お金から上でおとなしくますか。 そうだ、ね、もう一個忘れてることあっあのー、ここさもうやっちゃってさこうやって完全に真っ暗にしちゃってえ俺これはお隣さんで待ってよ。 何さんで待ってよっててよか、ちょっと離れたところにスペースを作っとけばいい。そうすると、こうやって地下探索してても見つかるはずだし、あるじゃない、湧くはずだし、つかず離れず湧く距離で、俺は待機してない。またちょっと遠くへ行って戻ってきたら、ぺちゃんぺちゃん聞こえてんのが理想ではあるけど。 うーん。うまくいくと思ってねえからな。実際なんかあるから。 えダイヤフルのスケさんだ初めて見た超レアじゃないあれお前絶対レアだろダイヤ装備くれよダイヤ装備くれよ買ってさすがダイヤフルしかも帽子くれたこれが唯一持ってないところ作ってすらないとこくれた顔じゃんあーここ吹けえな えー、てか、ダイヤフルノスケさんなんかあれマジで出るんだ。伝説かなんかだと思ってた。はねくり棒的なもんだと思ってたあーそれってもしかして羽ねくり棒あれのレベルの話だと。えー出るんだな、ダイヤスケル、ダイヤフル装備の。なんか。ハードオーモード特有だとは思う。 あれいっぱい出てきたらホラーだな。マジホラーゲンなそれを一瞬で溶かすのが深海生涯の 怖いねなー。びちゃ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 。で、ええ、マジ。 えー、湧いてないんだけどわかないのかなーもうちょっと高さの範囲を上げてみるちょっと高めにすると引きやすくなったりするん <laughs> <laughs> ああがむムズずるペチャペチャは聞こえてこねえな虫の音は聞こえんだけどうーん調べが足りてないかな。 うん。くべてもなバージョンが違う可能性もあるからな。 うーん。やっぱ調べても出てこないんだよな。 とりあえず一旦離れっか。あーよし。難しすぎる。これにこのゲームのモンスターの脇、難しすぎる。諦めの脚を押し。 これはダイヤ集めしよっか気を作りたいし <laughs> あてかあれ遠くじゃねよくまあでも肝が座ってるよなこういうとこ入れんだから普通入りたくないよねこんなとこね座ってんだよな バカなのは。え、ボコ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 。あ、ダイヤのブーツも落としてんだ。あい、間違えてぶん投げちった。<laughs> え、で、ぶん投げちった、今。 いね、せっかくなダイヤのブーツが。超レアもんなのに。足と、あれにエンチャントつけるくらいだったら、エンチャントつけて、あのスケルトン。悪いんじゃねえ <laughs> 強いスケルトンはマジで強いからな、ハードだと。撃戦ダメージアップ4ついてる。 た互いにやるかやられるかの環境であっちはやりに来てるってだけ俺はもう竹弓にはまってるから竹弓って万能アイテムだと ぺちゃぺちゃ音聞こえねえかな聞こえねえなもはやモブすらば相手に。でやろう 離れたつもりで離れてなかったんかあよし一旦帰ろうまあ適度に通い詰めれば出てくることは出てくるでしょう出てくるんだったらそれあの場に出てくるんだったらなんかねなんか事前情報が違うんだよね 倍65から25から50の負荷ところうん難しいねまあノリゲーだなプラスの間検察でもしてよ

たたが頼りになるってなぁちょっと野戦とかもやりたいしなああとこが簡単に落ちていればアたごは置いてくるべきだったかもしれんって感じになるかもしれんチャオズポジションになる悲しいからな だから、高速修復用建材って、高速修復、高速修復バケツって確かあって、アンコレも、アンコレじゃない、深海性化をもっているという便利なものまあ、して、えー、こちらですね、高速修復。こちらがございますので、いくつか作っておく。あ、怨念おにぎり。 正直よしでは、えー、まずバケットマグマを入れないといけないのでマグマを取りに行きたいあっ最寄りにネザーゲートが <laughs> ネザーゲートに取りに行けるわけじゃないから 出てくる場所がさ、頭おかしいんだよね。旧拠点の方に湧く旧拠点じゃん。あの、一回ネザーゲート入っても、ゲートの先が、桜植えたところ、上がってて、あっちで、あネザーゲートの板、しかしちゃった音悪いんだけど。 まあ,あそのせいでなぜか。めんどくさいこと。 よし、オッケーで一旦帰ろう。重復剤自体はえー、っとアタゴに3つくらい持たしておけば大丈夫だと思う。残りはえー、っと、戦闘所にぶち込んむぞ。造船所か。大型造船所にぶち込む残りはね、この分だけ回復できる。 回復できればっていうか燃料だけ回復したかったからあとだから一撃必殺のお守りみたいなのあった気がするなんかね一撃だけ一撃だけっていうか女神のこれかな 致命的な攻撃から守るみたいなあってこれ一個作ってアタコに持たすとこうここはねあったら便利できるあダイヤワンスタックで作る,作るしかねえだろここで作るのが一番いいんだけど待ってこれ何スタック必要 ンスタックじゃないわ違うわ待ってあの4つねえっ、ー、とクローンネン4と普通のだからでえっ、ー、とこれで作れるんじゃないこれ何が違うの配置が違うのか <laughs> これはなにそういうこと？金貨の。いい<れ>で、あとは温泉よじゃない。で、で。わあ、謎のバケツが作られてる。 え、謎のバケツが生成されてるんだけど。なんだこのバケツなんだこの黒いバケツマジでなんだ。えー、と。 よし。一回、一回討伐に行ってみるか。アタコが死なないことをあたアタコ普通にさ、射程長いんだからさ、その射程を生かして攻撃すればいいのにさ、全然しないからな。射程を生かしてこマジ関西ツ わあ、桜がすげえ伸び方しいいんだけど、すげえ伸び方。いいで、たまには、従順世紀もずれてる。あれ従順世紀ちゃん、いったますよ。従順世紀、遅っそ 全員待機全員その場で待機待って今なんか今大量に何かを拾った音がしたんだけど早くない、ね、えこえま前整理したばっかだよね俺 水入り瓶はもうワンスタックくらいあるからいらないんだよ。水入り瓶も捨て対象に。よし、ッオッケー。釣りはいい敵てためて。じゃも釣りはいい。 どんだけ命令に忠実なのよいいことだけどいいことなんだけどはいそしたらあんなにレベリングさせられてて飽きないのかな,なんで私は関係ないですみたいな顔してんのちゅうかあてか待って時間聖喫するあれだ あのたこが無駄に修復剤使う気がする。あそもそも修復剤渡してないわ、俺。じ <laughs> ゃ関係ないわ。よし、オッケー。 あとなんだっけなんかじゅんび。かっか。あ<ー>よし。あさあ、行こう。 急にピンが当たんこれんん5席までしか運べないもしかしてさあ島風島風ちゃんおいて <laughs> あれ5席が限界かもしかしてアニメーションモードにしないといけない 何を撃ってる頼むわというか落ちる俺ん？ちょっと待ってアタゴいなくないあいるにはいるあ、これで六匹運べるあいけるいける <laughs> あーよかったービビったーもう君たち釣りは釣りは一旦やめようか <laughs> あの危機感を持とう少し少しね少しでいいからガチガチに持ってくるとは言ないから あ大丈夫だよなここには6席しかいないやめなさい <laughs> ここまてで,でもいいかねほんえー、っとあれあんじゃんあっ人形ってどうやって決めんだろうあ なってるなってる。てるええ、ちゃんと人権になってる。ええ、くめてる時はくめてない時はくめてないけど。あれ、みんな突っ込むのやめよ。<laughs> なんか全速力で突っ込んでったなこいつ。わ。 あ、ちょっと待って、あれ誰釣りしてんのあ釣りやめよ。<laughs> 釣りやめよ。緊張感なくなるから釣りやめよ。昨日嫁だった、片方は。ああれなんか島風特有の。 関西機ではないんだけど、連想砲ちゃんを射出できるんで、あれかわいいよね。しかも島風当人はダメージを受けないから。またイカラン隠してないこの子たち。 他に無駄な弾薬使うのマジでやめてほあでも、ちゃんと戦えてる気がする。フォーメーション組んでるから。週刊正規と、法案正規にか、結婚してもバフかけくらいしかできることない。バフカっていうか、まあ、法案正規の方は優秀なんだけどね。仕方のこと回復する。 優秀は優秀なんだけど。だと言われる。だな。誰これあかつきだ。 おうおうおう一瞬でこけたな。怖いな。ええ、言うてみんなレベルもう、ええ、100近い子ばっかだから、ね。2>, <laughs> 2人。2人は。ただ、どついてくるのが2人いるからな。100でしょ ?68。18。109。100。 71。また5レベルヒップ。まあ、こんな感じだよね。よし、でもまあ。え、ね、ちょっと回りながら戦えることだよ、わかった。あ、フライパンだ。フライパンじゃないや、お鍋だ。幻のカレー界だ。カレーを作るだけの界だやつ。 なんだっけ鍋をさ、頭に買って。<laughs> さ、マジ、完成期出してでも、一回殺すのやめようぜ。<laughs> よし、でもこれでもう、反対は完成では。火の打ちどころのないレベル強くなった。あとはもう、後半世紀と結構 結婚してくらいかあともう後半世紀と結婚すれば終わりな気がする従順世紀の結婚能力知らんし俺本持っだっけあれどこに入れたマジ本しょっちゅうなくすな,なんかもうあた,こあたりに担がすとこうから ああ、どこ入れたっけな今持って。えー、どこだ一般、うん、世か、アタゴが。あ、アタゴが。一般世紀ーえーっとー。っあれだっけ駅員は,は結婚能力はないんだよ HP 自動回復強化とかしかもこれねあれなのよあの後半世紀とか中間世紀ってこの強さだけどこれでもまだ力セーブしてる状態でこの強さだからエール関係結中次元世紀 えっと、特殊能力が夜間のジャンプ力と、同速度上昇か、にいらないな、じゃあ。これね、まだ全然力を封印した状態で、ヤマトみたいなもんなんす。1万世紀はだってまだこ、ここ出してないから。こっからね、あのレールガン打つこと、まだそのレールガンの部分封印してるからね。うちの子は。 最高の誇りだよでも孫たちに利用させるのは嫌やまっと出すほいっん はい、頑張ってー。ヤマトも強いから、後で使おう。時からレベル151あるって一ゲだからな。この時点で。割と。よし。したら、クスッカー割といい時間な気も。この辺で中途半端に終わらせる。 とりあえず建築やって、今日は終わりよしあとあれだ、うん、お。そっ、うん、か あいつらあそこで固定置きしちゃうと夜の間こう守るやつがいたまあ大丈夫やろ村人なんかそんな簡単にしなへんってやべ建築資材を無駄遣いしあっいた沸いた沸いた沸いた

あ終わったもう俺にはどうすることもできねえあら <laughs> もう俺にはどうすることもできねえ <laughs> いかいかずし お前がゾンビだけを的確にそうだ偉いああ、やればできる子知ってた。もうかわいい。ちょっとさ、いかずしあこの辺で村人は持ってて。ごめんな。お前に近接武器をつけないのはいろいろと理由があるんだが、近接武器ってか、あの、弾を持たせないのはいろいろあるんだが、それはもうちょっと。え、で、だよ、豆腐、豆腐。 えーっとースティックどこ入れたっけ痛いあれこれイノシええー、犬の耐久度が低いの忘れてたわめっちゃ下がってる変な てかあなたは所定の位置にうんでも守ってもらうんだったら弾を持たせてもいいかな幸い金塊はそこそこあるし容体はないけどピチャピチャ聞こえてるんだって邪魔しないよゾンビども 死にそうになってる大丈夫が大丈夫ではないと思うちょっと待って弾もすえー、っと火薬も割とはめてあるからあるんだわ割とあるんだわオ、えー よし。まああ、任せるぞ。俺、豆腐作って豆腐作る前にそう、豆腐ステッキが必要な、豆腐ステッキじゃないや。豆腐の、豆腐のあれが必要なのよ。豆腐作り。鉄格子か。いや、どっかにあるはずなんだよな、豆腐作り。どこだろうどっかにあるはずなんだよ。 武器系のところとかあれマジで豆腐使いでもあるからいいや少し余ってたわあったー少しなかったら大番してたあ頼む木の棒を拾った 左をって食い上げるよーし来たーこれで人類のエッを超えた場所に行けるわけだちょ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 ちん <laughs> あれだお前が持ってるよしゴー 確か絹ごし豆腐でいい確認マイクラの実績だわいやーピチャ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 聞こえてたんですよああはははああぜこれで降りてきて消えてたら笑うわ消えてね バカな。そんなはずはない。あ <laughs>、消えてる <laughs>。デスポンしちゃったか。あのピースフル自体は効果発動してないからな。一旦切り替える素振りだけして元に戻して。だってしょうがない。じゃん。とフスライム消えそうだったんだ。ほーん。結果的に消えたから、要は、あの、 都道府県はもともと持っときましょうねっていう。ああ、しゃあないしゃあない。あ,あ、でも楽しくなってきましたよ、やっと。やっぱいい調子。多分。 いや瓦がねいや。瓦じゃねえ。畳か。畳がねえんだ。あ畳は正直いくらでも作れるんで。瓦畑があるからね。なここまでだと掘りいや、でも、どっち掘り返るって。 るとは思う一旦今のとこは壁と家の間に二マスくらい開けてっていう感じでみたいなうーんとまだ2時最悪4時まで配信時4時に寝れば と行く前に置きああ今日パッキンまだといいまだ今だったら仕事今じゃなかったらよしああ違うなこれはここじゃない これ、これは、あれじゃない。うん、ちょっとね、楽しくなってきて。で、どんな感じなんだろう。あこんなか、あ買うこれ。買わない気がしてきた。あ、でも、壁の建材にこうやって漆喰を。いやーもうちょっとな、なんか白ければそれっぽいんだけどな。 純白だったらそれっぽい気がする。純白だったら。え、これだったらさ、まださ、ネザーボートのブロックが綺麗じゃないその完成の問題になるけどただ、俺的にはどっちかっていうと、そっちの方が綺麗な気が どうだっけなえどうだっけなあ,、えー、けなあ,あれないぞあれネザーのオートブロックってあまあスリップブロックここにあるから多少つけてみる あ,あ、移動速度が、やだいいんじゃ。こっちの方がそれっぽくないなんか、健在にするんだったら。ああね、ネザーボートブロックってね、割とね、ネザーボットじゃ、ネザー推奨ブロックって、割となんかね、模様的に、身なんだけど。しっかりも使いたいからな、せっかく作った。 うーん。俺個人的にこれ綺麗だと思うんだけど。ああーでもなんか変かなぁ。難しいね。超難しい。えでも、いいかななんか、これはこれで綺麗なギア。綺麗なただまあ。 まだどういう感じとりあえず、ここをさ、ここまでかな。ここまでを、あー違う、これじゃないんで。ここに原木を置こう。あーピカトさん、いつも、いつも本当にありがとね。 えっと、いいね、ありがとうございます。熱く来して。ありがとうございます。えー、今日もうなんだかんだ4時間やってんだな。すごいなんか、序盤体調悪そうだったのに。うーんと、ここまでやったら、 この分のスペースますぎるかなでもななんかその竹本のさ家具ってあんまりなくてあ家具っちゅう家具が作れねえからなんかのモットで座布団あったよねあれを入れてみるはい ラブトンあったわ。普通に調べたら出てきてトーン、ね、えーっといっ,っ,っ,ってって指がで ああ、ザブッとえっ、ー、と。そう ブトもっとあったよ。ブトモもっとあったけどえーっとねーえーっと、ね、これリトル 違ううな,なそ。あれだけリトルメイドモッドは重いんだ。あ、他のあれでもいい他のなんかさ、家具追加する系のモッド、最悪いいよね。 座布団も座布団もなんかねそれらしいのが1あったんだ和風っぽい建築でも最悪いいよ和風じゃない洋風っぽいのでも最悪いいよ あーどうすっかななんかさ、あの、家具モッドとかもいろいろあるんですよ。ただ1.10.2ってどうだったかななんかそんなモッドなかった気がするんだよ、ね。 あーなんかタグあ、これ面白そう入れてみよう <laughs> 即決なんだけどささっきはそうねなんか マイクラ本編をやってるって言かっていうとモッドをメインにやっちゃってるでも悪いこと おい <laughs> ねえな。 あやべこれさあちょっと難しいんだけどさうんなんかなさそうな気がしてあつうかちょっと待って今新しく入れたもっと使ってみる タ,ンタイトル戻って、で、マイクラ落として。<laughs> 今、新しくダウンロードしたもんとさ、これ、わかる人にはわかると思う。あ、なんでもないです。エラー出てなかったんだよね。普通にはエラー出てた。 で、ね。ダウンロードしたの、こちらの。えー、っと、シンコルのやつってこれだっけ ?FP1.10。1.10やつだ ここには新しいもの。で、で、前ラを起動出す。そうすると、俺がトイレに行きたい。ちゃうねん。普通にトイレ行きたいねん。<laughs> いやー、ちょっとね、軽くチラッと見せて、録画の方切ろうかな。 ただ、俺ね、微妙なところなのが、起動できるかどうかが微妙な。互換性がないやつだと。互換性があるやつんだだうーんと、うん、なんて言えばいいんだろうな。あ,あるんですよね、モッドの中でも。アイテムのさ、ID がいだからさ。このモッドとこのモッドは共存できませんよ、みたいな。ちゃんと設定変えれば共存できますけど、今の素の状態でやると共存できませんよ、みたいなのがあって。<laughs> そういうのがあるから。今不安なんだけど、その前にトイレ行って行きます。はい、トイレ行って行きます。 ただいまあれモッド自体はもしかしてもしかしてもしモッド自体は大丈夫そう。あともう起動できるかの問題。ワールドをつけられるかどうか大丈夫だと思う。ただなんか結構新しいアイテムみたいなのが追加されるみたいで新しく入れたモッドが。だからその 新しいっていうか、アイテムの作成に、追加されたモッドの素材が必要ってなると、ちょっと厳しいかあ青も。雨の日ってクソだと思うんだけど。いやー、雨ってクソだな。じゃあ、寝まーす。野外で寝ます。 野外で寝れるときは野外で寝る。雨やめようわ。わ増えたな、レシピ。なんかテクスチャーないやつ多いけど。これね、また缶コレ関係のもって。なんか。 あったから入れたんだけどわっすげえなんかレシピがいろいろあるが追加されてんだなそうええー、<laughs> これはこれでやってて楽しそうだなあでも座布団あったあったこれが欲しかったんだよいや酒とかあるんだけど なにこれダメでしょ <laughs> ダメでしょリンゴ箱とか。え、なんかすげえな。あー待って、待って、待って、待って。畑拡張のさ、畑拡張という恐ろしい2文字が出てきたんだけど。3文字だったマジでそんなに追加されるの いやよく内容見てからやればよかったな。うい、これ、嬉しい悲鳴になるかどうか、悔しいところだぞ。とさあ、ちょ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 。えー、っと、えー、っと、とりあえずこの暁いらねえんだよ。暁いらねえからさ、映像上突っ込んでくるよ。 タガトとかもいらないんだけど。うん。いや、なんか白菜とかあったよな、今の。え、なんかすごえ、ちょっと待って <laughs>。追加したモッドが悪い説ないか。純正のね、アイテムがここまでなんだよ。ここまでで。で、燃料感とか。 貿易サイトも追加されんのああ、これね、追加するモッド間違えたかもしんない。いや、ただね、貿易サイトの使い道によるかな。あれレシピが出てこねえ。ああ、貿易サイトの使い道はこれだけかな。あ、アルミニウム。アルミニウムでフライパンとかティースタンド。 あー、必要ですね。<laughs> これはちょっと必要ですね。換期戦だって。あー、じゃあこれ、ちょっと、あれだね。あの、真面目な話として、放でする準備をしないといけなくなっちゃった。いや、でも、まあ、嬉しい、日めっちゃ嬉しい。うん、大丈夫。まだ嬉しい寄りだと思う。 あのー、まだ俺が将棋を保ってるってことは大丈夫。あのー、初手発狂してないでは大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。やればできる、やればできる。頑張れ、頑張れ、頑張れば。ああ、もう自分を激励するのです。いや、なんとでもなるよ、将棋。別に強がってるわけじゃないけど。強がってるわけじゃないけど、なんとでもなると思いますよ、僕。僕はね、僕はなんとでもなると思う。 皆さんがどう思うか私の一言でございます。ああ、ちょっと。ええ、落ち着けー。ええ。え俺。大丈夫、大丈夫。ちょっと、ちょっとレシピの数が3倍くらいに跳ね上がっただけじゃないか。な、そんなにするようなことじゃないって。 な、俺。誰だよ。このもっと追加したやつ誰だよ。ちょっと面白そうで追加すんじゃねえよ、ハゲが。<laughs> ああ、ダメ。ほんとにダメ。よろしくない。とりあえず家の内装作っちゃうけど。よくないよ。ほんとに <laughs>。こんな感じかな。 こんな感じで、両サイドを、両サイドとこの部分を、ちゃんと、えな。えっと、ちゃんと囲っておきたい。こんな感じにして、あ、脱走兵がいる。はい。 お前が脱走してたやつじゃなかったとし野生の豚ならなお殺す野生なら俺にとりあえず畳を切きあえー、っとあれだあの出したばかりの き本念を与えてで俺についてくるよそうするとあいつはアイテムを勝手に拾ってくるやったストレージが一個増えたぜやっ あうんいえな。なんか、他のカンムスっていうか、他のちっこい子たちと比べると、気が早い気がする。いや、でも、普通だな、0.5。うん、なんかもう急に,急に今、中の人出てきたな。 <laughs> 今急に中の人出てきたな。主人様とか言ってワンワンとか言ってる急に今中の人出てきたな。わっ。中の人ボイス出てきた。あれ桜の木でかくなりすぎたな。あれを切る俺の身にもなって。今さ、ファンバトル放置しながらやってるとはいえさ。 難しいよ終わったらログレスだから無駄に起きてる分やることは多いんだ止めるなよやってるゲームが多すぎんだ、ね、よやば最近ねあの時ンバトルの方やってなかったんだよ復活して復活してっていう あの、またヒーローズコラボが来た。シチエーションが元に戻った。でもね、もダメなんだって、このゲーム。直券バトル勝って、直券とか勝ってガチャ引けないと止まんないんだ。ゲームなんだ。クキちゃん、拾わんだよ。よあと、お前の時報外す。返して。 ハラシをハラシを言ってるとこ申し訳ないけど、返して。ここがこれで、この子だよね、鍋女。鍋女。鍋女は違うわ。あれ、鍋女こっちか。あ、うん、合ってたか。え、帽子の方がかわいい。今何時はい。はい、ダメ。<laughs> アングル的によろしくない スカートでさ横に寝そべるのやめようぜな提督との約束な本当にやめようぜさあなんか作ろうと思っていたものを作りたいんだけどさあこれちょっとレシピ確認するところから始まるかもしれないキッチン 用品みたいなのは追加されてないよね。夜間とかはあるけど。アルミニウム。アルミニウムが長期になるんだけど、俺。待ってくれよ、これ。カレー鍋とか。玉ねぎも追加される。あ、やばい、このモットやばいわ。絶対楽しいわ。ちょっと待って。味噌汁とかあるしな。 やーべえ、ちょっと待ってー、マジでー、マジでちょっと待って。追いかするのガチで間違えた。ほんとに、まずい。ガチでやり込むやつだってこれ。<laughs> ちょさー、ちょさー、誰か止めてくんね俺のこと。俺のこと誰か止めてくんねちょ、これ最悪、あれよ、延々とやるやつよ、俺。 水はちプラスの名前酒とかは多分茶葉あるうんわかんないけどいやでもさこの辺のやつがさ和風モットよりちゃんとしてる気がするいやでも俺は和風モットのやつ使うで、バカ言ってんだよ これは和風モッドこれが今一つ困ってる。えー、っと、ここをね、まあまず和室にしようと思ってるんですで、ここをくつろぐ部屋にするか、寝室にするかによって、また話が変わってきてで、ここのね、場所はキッチンにしようと思って だから、キッチンの隣だから、リビングみたいな感じするのもいいかな感じなんだど。うすっかな迷いどころだよぞ。俺のセンスが試される感じの建築って嫌だね。なんか、そういう建築って死ぬほど今までやってこなかった。 大体拠点なんてホラー穴だし、みんな、みんなっていうか、みんなと、前くらい。またレベルアップしての。マジ、たまに中の人出てくる。怖いな。<laughs> 怖いな、このあ、あの子さんが出てくるよりはいいけどね。正直,正直ね。 これからするとブルラーアーハーとか言って出てくるよりは全然いいけど。どいて。よし。ここの廊下の部分もどういうブロックでも廊下の部分はね、正直これでいい気がする。あー、でもなー。これだったら。 こっちの方が良くないあー微妙だなこれこれさ、まああの <laughs> ダサいと思うけどさあちょっとえっこういう感じにしたらどんな感じになるプラ9マス ああまあ、ありっちゃありかもしんないな。お前センスないだろうって今思われてるかもしんない。ありっちゃありかもしんない。俺的にはね、俺的にはって話だけどお前絶対センスないだろうって。じゃうねんで、感性は人それぞれなんやんって、決めつけるのがあかんのやで。じゃうねん。 もう別にいいと思うよこれ綺麗じゃない別になんかキャラメルっぽい <laughs> あれで別段気に入りはならないか打ってる張本人だからっていうのあるかもしれないけどあここいらないな なんかあの響きと暁に関してはこれがなんか気持ちをさせる感じはいああこは危なっ甲府でなるあごめん切っちゃったあっラビットゾンビさん小さい お疲れ様でーす痛いな。めたいんだけど。埋める場所が大事だぞ。俺についてきて、ちょっと一旦響きちゃん、アップしよう。痛い痛い痛い。落ち着こう。こうな。 はいて,ー入っ,てーって。すはすはって。だから、ここの袋工事にさ、入ってきたところをすれ違って閉める。オッケーさすが勝手にマイクラやってないわ。まここで木,だ木材を無駄遣いしたのは どううしようかななんかさ、ここだけのスペースをキッチンにすると若干狭い気がして。だから、ここにドアつける感じで。かなで今度ここは横向きにこうやって。いけばさ。 いい感じにならない。あ、違う、ちょっと待って。俺さ、今、冷静に建築してるけどさ、先にあいつ解毒してやんねえとあ、死ぬな。レスポンスんな。えー、っと、解毒剤、解毒剤。あれで作るんだっけサーボート。あと、発酵した蜘蛛の目だっけ発酵した蜘蛛の目の方。はい。いや、本当に。 あげるおめがねえかな、うん、えっときあるあるあるあったあったキノコないんじゃねって思ったらあったわキノコあったわ俺のキノコあったわえー、っとーえー、っとーこれ普通のバニラの メニューだから。これか。あれ、合ってるよな、弱体化ポーションの作り方ってな。発酵した雲のめで合ってるね。あ、違うわ。あの、赤キノコはいらんかったわ。と、あと、砂糖1個と、えっ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 と、雲、えっとえっと、の目と。 で、えー、キノコと雲のノ。砂糖を合わせて発酵した雲のノを作り、これ、出ると立てれねえわ。中ワンパンだったわ。で、えー、っと、水入り瓶がどうせぐらいこの辺から出てくるんで。ちょ、待ってー。パンになってる。パンになってる。誰か、二人こっち来いよ。 あ、やばいのうれしいのうしいのうれしいの満パンすぎるだろ OK ああ楽しいな <laughs> マイクラってやっぱ一回楽しいところ入ると楽しいよねなんかさやることが決まってるゲームってやっぱいいよねあのー、でもさこれいすけ あの、昨日の話だからあれなんだけ君とまあ、ゲームをしてたわけなの。配信はせずにね、昨日。で、ゲームやったわけなんだ。あの、2人して、RDR と、RDR2 っていう、このゲームと、えー、っと、B4B、あの、配信で1回やったやつ、どっちのゲームやるみたいな話。で、あの、 あ、まあ、俺、どっちでもいいよって、どっちでも楽しめるし、どっちでもいいよっていう話したんだけど、あ、俺もどっちでもいいって言われた。ああつって。<laughs> で、まあ、結局、お互いに決めらんないから、あの、あれ待って、レシピ間違ってるな。あ、水入り日にじでいいんだっけちょっと待って、それは聞いてないわ。はい、はーい。えー。 奇妙なポーション自体は他のポーション作る。で、まあ、RDR やってたわけなんです。で、その RDR をやってたのはいい。二人して10分やったら飽きて。で、まあなんか、潮根君は定期的に RDR やりてぇな、みたいなこと言う人なんだけど、あの人やり始めたらやり始めたで,で、そこは、あの、 なんか、いいわっつって。やめちゃう人なんだよ。あい<え>多分俺以上に飽き性なんだよ。だから、何か言いたいかっていうと、はすごい飽き性なんだよ。<あ>でのゲーム。はい。多分そういう話ではなかったと思うけど。もうね、何,何の話からね始まったかね、覚えてないからね。諦めて。今何時君たちが。 私はもう自分の発言に責任は取りません。何を言ったかだって覚えてないもん。今だって5分前のことを覚,えてんなに覚えてないのに10分前のことを思い出せって言われたら無理だろうが。あーつっかい、ほんと。お前の記憶力どないなっとんねんって。マジよね。よし、オッケー、ジャックのスプラッシュポーション。知ってない知ってない大丈夫 はあーいないいないよー <laughs> せっかく来たのにもうちょっとゆっくりしてきよあいつちゃんとあってあいつ本当によとかゆっくり作ってたらすぐいなくなりやがってくそがしこるぞなんか装備着てるゾンビとかって 割とさ、消にくいジじゃあったんだけど。クラビットゾンビだとそうでもないのかな間違えた。あこの模様の付け方好きだわ、個人。あ、こういうさ、単純なさ、付け方なんだけどさ。 なんか、その、もっと特有の桜の、まあ原木ではないけど、桜の木のおかげでさ、まあ、それっぽくなるのよくない全く俺の実力ではないんだけど。なんかね、あれなのよね。桜の木のおかげで、すごいなんかそれっぽくなってんの。腹立つ 感じだべなんか別にこれはこれでいい気がしてきたな、壁は。なんかもう多分ね、建築センスね、なんて多分これ、塩なにも言われると思う。うるせえよ、黙ってる、あいつ。じゃあ、お前が建築しろ。<laughs> あれはね、本当にね、前クらると絶対建築しないからね。ちょっとなんかやってんなって思ったら、たまに設置してるくらいだから。だね、ほん これは,は人のこと言えねえけどこっちのほなんか窓っぽくしたいんだけどでも窓っぽくしたところでなんだよな壁にしちゃうからなんかさそ障子の壁,み,壁じゃないや窓みたいなのってないのかなあ,あったよななんかあの真珠フモットの方にあった気がする さあ、この辺の消えてるやつ何何？わこたつとかあるんだけどにそれめっちゃ吸い付かれるあああクリスマスツリーー <laughs> <laughs> やったぜ作らなくてもあんじゃねえかクリスマスか輝き落ちだってすごいしめ縄とかもちゃんとあるうわいい もうこのゲームいいなぁ <laughs>。ちくしょう <laughs>。めっちゃ楽しいんだけど、俺。大丈夫、みんな。あの、俺のこの気持ち分かってくれるめっちゃ楽しいんだけど。プレゼント箱とかあるよ。ああ、ダイヤモンド入ってる、この赤。<laughs> いや。あの、なんだろう。 なんかあるにはあるんだよなものによってはいやからやきょうなにこれだけどいいんだけどえっ、ー、と豆腐もっと通り越してこの辺かなあーでもないかーないわなーそらなーあるわけない うーん、どうすっかなあ窓。うん。なんかこうさ、レシピ眺めてるだけでも楽しいんだよね。さ、わかんないと思うけど。皆様方にはわからないと思いますけど。あのね、この手のやつはね、あれなのよ。プレタイプ、溶きため。あれ、溶きためって書いてある渋いや。吹雪。 なんだろうコスプレ装備かなまあ、いいや。えー、っと、稲とか、真珠法持ってるやつなんで、まあ、いいや。えー、っと、窓に関しては、これかな障子窓、障子窓かな うーんー、でも実際どういうのか作ってみないとわかんないからな。うん。作る前に畳消費しちゃおう邪魔なし。畳のさ、その、何置き方もさ、ちょっと、センス出ると思う。畳ってたいちょっと邪魔。えっと、1畳だから、多分ね、あの、これひ 2つ分くらいでね、実際のやつの1畳くらいになるのかなあ、でも1畳って何メートルだったっけな,な ?2 メートルもねえ気がすんだよな。あこう、これぐらいがあれだと仮定してん、こんな感じで置いてったりすれば、れっぽく。数、ま、合わねえな。数 <laughs> 合わねえな、僕。 だからこういうふうに模様も作れるのもいい。このモッドの醍醐味っていう、醍醐味になると思う。あ、いいモッドやでー。あ、これあげるわ。はい。ああやってデスポンしちゃうとな。どうしようもないな。あ、違うこっちもいらないんだ,まだ こっち側は、あの、まあ、床張り替えて、地面に、なんか花が見れればいいかなって思ってる。す、はい広範囲け構ここね。え、やつは誰だ俺だー。え、ああ、2メートルじゃ高いかなー、壁。高く感じるのは俺だけ 心の距離をこれがあなたと私の心の距離を見たい感じでしょ。ど、OK! け <laughs> 出てこい <laughs> なんかそんな曲あったよね、昔。かにわかなんかにあったけど。 壁の上には、キツネ火で、えー、っと、明るさを調整しておきます。これだったら、別に実際、キツネ火さえ持ってなければ、見えることはない。等間隔くらいで、で、あの、実際中入るときは、ネ火を持たないで入る。それは、あの、つからないから、キツネ火自体は。 これね、いいと思うなんかそのさ森り塩もそうなんだけどあれもねあの光源にはなるんだけど見た目っていうか置いてあるの自体は分かりにくいからよしこんなもんだな <laughs> <laughs> 狐火の雑な置き方がバレるなこうやって手から離すとあんもう見えなくなる。消えろー。<laughs> 消えろー。で、これちょっと困るのが芝が伝線しねえから、ゆきちゃん、ここでお座り。 芝を伝染させておこうえるまでに時間がかかってそれ待ちになると一番困るから先にこういうことはやっと側面のあののいやないやあれの張り替えとかは早めにやする正直土なんかいくらでもあるからな。 <laughs> まあ何をしようとしたかはその歌た,ただちょっとことは思いついたんだけどあ中途半端なとこまあ、い,いや えっと、あとは、なんだ。水バケツ取ったあ、そうだ。壁も作んないといけねえんだ。外のさ、漆喰と、あれで作っ、瓦で作ってる壁。ちゃんと模様が入ってるやつ。これを、ちゃんと作ろう。 自体は別にどっちが足りないんだっけ河原都市。でも足りてないんだっけじゃあ,ーまあこ。生ーこれあれは足りないかなワンダックだし。殺すぞ。 ああなんかワンスタックは作りすぎてる余るなあ、余らせるなこれ、俺。余らせるぞ。でもゾンビってあれなんだな。なんかそのさ、バイオハザードとかの徹底的には、豚とかを襲っても良さそうなのにさ。 全然そういうそただ人間を食らいに来る痛い痛いって痛いって <laughs> もう人が作業してんだから邪魔するんじゃないよったくよ最近のやつらしつけがなってねえな き散らしてこい。命令は以上だ。パンカパーンあれなのです、ジャンがもう。どうしたあと、頼むわ。 は上にいよう <laughs> てめえこのやろ何したで電話聞こえてんだよ中間石紀じゃんじゃない変換石紀は降りてくるなんか姫級はよく落ちてくる、ね、何高いとこ好きなの あれ、イカズチはグループの中に入っちゃってる。ててあ,れはあれ、いるな。いなくなったな。ひびきちゃん、ひびちゃん、そこか、そこのやつ回収しといて。これはあサイトンもしかしてついてきてくれだとしたらありがたいな。 どれでもどっちゅうあだよねついてくるはずないよねあいいやでにしっくいとあれ持ってんのえー、っといらないもんあとはなんだ あやべえ。これなかったー、今。あっ。くないけど、ちょっと。暇ない。今何時で、これで壁の部分は作れたから、表示作ってみようか。えっと、ぼと紙って えー、ガバガバセキュリティがされている先生あ,あれよお前も好きに動いてていいみんな白なんだなあこいつ桜の木なきゃやろうこのモッドのてか沈快性間のモッド製作者さんは白が好き 俺は、あんまりそういうとこの瞬あ、もう、早いって。早いよ、早い。早いっていうか、まあ、俺が作業して全然こっち来れてないから、それは溜まるもんは溜まるんだけど。待ってくれよーもういいや、俺はここから目を背ける。ダメ、今忙しいから。 一回もう全部マグマ投げ込むくらいの気持ちでよいしょ,いしょうーんとだっけあアームバー、ね、あんばねあ ああれはどっかにいるかあえー、っと、障子にえそれ、奥じゃないとダメ。大丈夫だめ。ああ、なるほどね。これ、あれか。種類によって変わるやつか。あ、ごめん。俺、今のレシピ。 しかも人の椅子の上でやさやっぱ邪魔だよね主にあいつらのせいでおやっぱくえー、大学校待つ そういう感じなのあ、本当に窓だあこれは使いやすいあ使いやす使いやすいかな <laughs> ちょっと微妙になってきたなちょっと待って窓ってそういう窓かあんあんあんあ,あこれいいね宇宙に浮いてるけどあれ どうやって閉じるあれあ、OBS 落ちてる。あ、あ、うん、ちょっと待って、配信側大丈夫これ。あ、ちょっと待って。僕の PC 君が限界を迎えていると。待てよ。 待てよまだまだまだ時間はある <laughs> まだ時間はあるんだ焦らず行こうぜちょっと待ってめっちゃ重いめっちゃ重いってあやばい限界かもしんないあ あーこれ p c 落ちるか。p c 落ちるか、ワンチャン。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、今、全然ね、状況が把握できないわ。 あ,あ、どうなってんだ、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ああぶねー、戻ってきた。戻ってきたけど、ちょっと待って。これ、配信切れてんじゃないな切れたんだけど。ちュ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 チュ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  てか思いと障子が動かなくなる今何時変な感じ これどうなってんだああ、待って。そもそもブラウザ起動しないんだけど。よしよし待って、トラブル、トラブル落ちは一番まずいですよ。ちょっと待って、ね。マイクロソフトのブラウザのアプリが起動しね 6時間もう6時間もやるないってやらないもん消して軽くするからちょっといしあん あ録画してる側はさ多分普通にあの映ってるからさ録画してる側はいいんだけどあーでも録画してる側もカクカクしてきたっぽいぞエンコード交付かって出てるあーちょっと17確認してきまーす入れててよかった17のアプリ あ,あこれ、最悪あれだぞ後日後日に持ち越しになりますよこれ後日ですよこれ後日行きますよワンちゃん今何時あでも映ってんな うん、配信自体は映ってんだけど、止めることできひんわ、これ。<laughs> ちょっとね、器用なバグり方してるかもしれん。あっ、てんだったらあ。こんな感じでいいかな。 あ、でもダメだ。ごめん。今日ちょっと急遽配信切ることにしますあのね、無理。マイクラもカクついてきた。主にあいつのせいで。ああ、家完成させて終わりたかったなー。ああ、申し訳ございません、皆さん。 <laughs> ちょっとね、本当に、まあ、俺が使ってる PC 自体が古いからっていうのも原因なんだけど、あの、そのうちね、そのうち、あの、パソコン買いますから、<laughs> パソコン買いますから、やべやべ、固定キーのあれが怒られる、はい、すいません、すいません、本当にすいませんが、今回は急遽この辺で終わりにさせていただきます、申し訳ねえ、申し訳ねえし、 えっと、次回からね、こういうことがないようにしたいんですけど。まあね、あの、うちの子が PC ゲームやりながら5時間待ったっていう廃墟なので、<laughs> 俺的にはね、まあ、全然悪いことではないんだけど。はい。とういうことで、今回はこの辺で終わりにさせていただきます。いやー、申し訳ねえ。申し訳ねえけど、いはどうすることもできねい機械はさっぱりなんだ。 それではまた次回のね、配信でお会いしましょう。バイバーイ